恋愛に役立ついろはな番組のグッドラクセと申します。今回は第233回です。録画したのは2023年11月14日です。僕の著者名はグッドラクセで、主に女性向けの恋愛指南書を10冊以上書いています。今日ご一緒してくださるのははるかさんです。はるかです、よろしくお願いします。この番組のスポンサーは恋愛の悩みを解決、はるかさんも電話相談の先生をしている、はい、恋愛にばしの電話相談ですね、はい、お世話になってます。それから最短で最善の婚活サロンマイマリッジスクール、そして結婚した後の夫婦関係の問題の解決、ミセスマイマリの3つの授業はしています。では近況どうぞ。はい、近況大した話じゃないんですけど、はい、私の息子が今高校生で、はい、修学旅行に今日から行ってるんですよ。え、何年生なんですか？2年生です。高2で。あ、そういうことね。そう、はい、で今夜から。もう高2なんだ、早いです。そうなんですよ、早いですよね、うん、はい、で今夜から3泊4日でいないので主人と2人きりなんですよ、はい、気まずいなと思って。仲良くしようハグしたりして。いや、しないですよ。もう何も喋ることないから、はい、2人で黙々と黙って食事して。一緒にご飯食べてるんだ。あ、でも主人の方が帰り遅いから私が先食べてお風呂も入っちゃってですかね。じゃあ会わないってこと？あ、会いますけど、私が起きてる間には帰ってきますけど。挨拶はしない？お帰りぐらいは言いますよ。うん、でも何も他に。博士は奥さんと喋ってます、うん、家で。まあ多少喋ってますね。どんな話してます？まあ深刻な話ですよね。何深刻？何深刻な話って何ですか？まあ、仕事の話ですね。仕事？仕事の話を、うん、奥さんに相談。妻の仕事の話。ああ、うん、博士の仕事の話はしないんですか？難しいですよね。話すのは難しいですよね。奥さんに？こんな電話相談があってさ、話せ秘密事項だから話せない。そうか。奥さんは博士の仕事の内容はもちろん知ってるんですよね。知ってますね。うん、で奥さんってその博士がその恋愛のそのなんていうのマスターっていうか。恋愛博士なの知ってるじゃないですか。マスターって修士号のことなんですよ。あ、ごめんなさい、博士号だからもっと上ですね。ドクター、はい、そうそうそう。だからなんだろう、奥さんは自分が博士に駆け引きされてるとかって思ってるんですかね。駆け引きっていうか。思ってないですね。思ってないんですか？なんか駆け引きしてないの。あ、そうか。でも価値観合わせてあげてるとか、うん、そういうの。合わせてあげてるなんてそのおこがましい。合わさせていただいてることとか知ってるんですか、博士がそういう努力をしてるっていうのを。まあそれ意味じゃないですか。え、あの個人情報じゃないですか。個人情報っていうかその、うん、これを見てる人の中に、うん、多分その子供の友達とかいたりするわけですよ。ああ、 いるんですか。だって僕のこと知ってるわけなんで。え、博士のお子さんのお母さんで博士のことを、うん、そのグッドウィル博士って知ってる人いるんですか？いっぱいいます。ああ、そうなんだ。だから怖いんです、ここで話すの。そうか、そうか。へえ、すごい。はるかさんいいですよ、旦那さん知らないから。あ、そうですね。こっちは知ってるんです。だから言えないんです。そうか、うん、そうか。え、じゃあそういうママ友とかに相談されたりとかするんですか？全くないですね。あ、ないんだ。いやー、もったいないな。まあ無料で相談なんておこがましくてできないですけど。無料で相談はしませんよ。あ、まあまあそうですけど、はい、あ、そうなんだ。あ、でも知ってるんですね。でも僕の子供の母親で相談するとしたら夫との悩みか、うんうん、あとは不倫じゃないですか。そうです。なかなかしにくいですよ、ね、そうですね。バレちゃいますもんね、うん、そうか。はい、近況はそんな感じです。いつでも有料で相談に乗ります。ママ友達。はい、ママ友達。3万3000円です、はい、ちょっと割引あるかも。ママ友達、それは置いといて。はい、はい、あれ近況もう終わりですか？終わりです、もうないんですよ、はい、じゃあ僕も近況ないですね。ないですか？ない、もう今話しちゃった、はい、うん、分かりました。聞かれて、はい、じゃあ次のコーナーいきますか。はい、はい、はるかの深掘り。このコーナーははるかさんが深掘りしたいグッドラクセの記事の深掘りをしていくコーナーです。まあ、はい、ここで恋愛にばしっていうの事務局からスポンサーの一つね、はい、あの僕その35歳ぐらいの時にあのなんていうか恋愛プロトコールっていう、はい、プロトコールっていうのを書いたんですよ、うんうん、でそれが人気を博して今の僕なんですけど、うん、はい、でまあ夜に金曜日の夜10時からいつも復縁ライブをやるんですよね、うん、はい、でその時に恋愛プロトコールを見てくださいみたいなことをあの何先生だったかな、ハニー先生とかいろんな先生が言ってくれるんですよ、うんうんうん、でもまあ事務局から
ちょっと古いんじゃないかと、まず。あ、そうですね、さすがに35歳、だ18年前とかそんな感じですよね。え、もっと前じゃないですか、博士今50代ですよね。52かな。 52、 あ、そうか、じゃあ20年は経ってないのか、うん、17、あ、ごめんなさい失礼しました、17、はい、18年前だ。春子さんはいくつなんですか。私ですか、来月47です。来月、来月。なるほどね、はい、じゃあほぼ同じですね。同じじゃないですよ。まあまあ近いですけど、うん、はい。で、だからそのあとさらにみんなもう記事は読んでないので、うん、動画にもしましょうと、うんうん、いうことで、セカンドエディション、はい、第2番を出すことにしたんです。はい、僕の好きな、うん、生物の教科書で、うん、細胞の分子生物学っていう教科書があるんですよ。うん、モリキュラーバイオロジーオブザセルっていう、うん、でそれがすごいいいんですよ、はい、おすすめなんですけど、多分見てもそれがね、しょっちゅうこの改変されるんですよ。うん、生物学の進化って早いんで。ああ、そうか。だからずっと教科書であり続けてるんですけど、うん、まあ、これもそうしたいなと思って、うんうん、そしてセカンドエディション第2番。じゃあもう全部書き換えるんですか、うん、全部。ああ、すごい、全部現代風に。そうなんだ、はい、そう、そうなんですよ。今博士からお話あったんですけど、その恋愛ユニバーシティの事務局から、依頼があって、その博士の恋愛プロトコルから一つ選ん でそれを博士のことを全く知らない、25歳から32歳ぐらいの恋愛で悩んでいる女性向けに解説してほしいっていう依頼を今回受けまして、で、その恋愛プロトコル、博士が書いたもの全部素晴らしいんですけど、その中でも多分恋愛に悩んでる女性に一番刺さるのは恋人の心を取り戻す方法なんじゃないかなと思って、今回私が選びました。で、内容がその17、8年ぐらい前で古いので、博士が今回特別にその恋人の心を取り戻す方法をだいぶ加筆して書き直してくださって、加筆修正ですね。加筆修正、うん、で今回バージョンアップしたものをご紹介したいと思います。はい、じゃあ読み始めちゃっていいですか。タイトルからね。はい、じゃあちょっとタイトルも変わってるんですけど、フリー作戦と恋人の心を取り戻す方法第2番、括弧2023ですね。はい、じゃあこれ私が読んでいけばいいですか。博士読みますか。永久に残るんで、これから10年ぐらい。え、10年ぐらい永久に残る。第2番はこれなんで、うん、それを恋愛ユニバーシティにも今後アップするんですよね。はい、しかも動画もこのまま、うん、切り取りで。あ、切り取りで。はい、あ、はい、じゃあ私読んじゃっていいのかな。はい、じゃあ読みますね。まずこの方法はどういう男性に効くかをお話しします。この方法は次のような彼に効果があります。恋人が忙しいと言って会ってくれない。私は誕生日プレゼントに高いものを買ってあげたのに彼は安物しかくれない。風邪をひいているのに連絡をくれない。私ばかり連絡して彼から電話も LINE もない。一言で言えば、自分は一生懸命尽くしているのに彼のテンションが低すぎる。またあなたをセフレにして恋人にしてくれない彼、付き合っていても結婚の覚悟をしない男性、浮気ばかりしている男性に効果があります。はい、ここまで。はい、編集お願いしますね、編集の人。そうです、切り取り。ここまで何かありますか。ここまで、うん、まず元の恋人の心を取り戻す方法はメールってなってたのが LINE になってる。その通り。メールっていうだけでも読む気がしなくなる。そうですね、バージョンアップされてますね。あと僕今舐め、はい、舐めてますけど、舐め舐めてますけどって言いそうだけど、はい、舐め舐めてますけど、これっていうのはあまりにもちょっとひどいんで、そうそう、喉がちょっと乾燥しちゃうので、はい、はい、まあ、それさておき、はい、あとその文章の書き方として、うん、まずどういう男性に聞くのかっていう話してるのがすごいですよね。うん、ね、そうですね、そうですね。で、最初の頃は恋人が忙しくて会ってくれないとか、うん、誕生日プレゼントに高いもの買ってくれない、あげたのにくれない、彼は安物しかくれないとか、うん、まあ、これ全部全て過去の僕なんですけど、うん、まあ、それはさておき、ひどそれはさておき、これはまだ軽い方なんですよ。重いのは、うんうん、セフレにしていて恋人にしてくれないとか、うんうん、付き合っていても結婚の覚悟を しない男性なんですよね。うん、これも過去の博士ですか。まあそれはまあさておき、これがセカンドエディションではやっぱり、だんだん20年の間でこっち側にシフトしてるんですよね。そうですね、うんうん、はい、では次いきますか。はい、じゃ次にこの方法を使うとどういう効果があるのか。彼が真剣にあなただけを愛するようになります。
高いプレゼントを買ってくれ、 LINE を毎日起こすようになり、風邪をひいたら心配してくれるようになります。セフレだったら恋人に昇格します。結婚を覚悟しない男性が結婚を覚悟し、すぐに籍を入れられます。浮気をやめます。はい、はい、これ何かありますか。これ前の恋人の心を取り戻す方法には書いてなかったですよね。書いてないですね、うん、はい、やっぱどういう未来が見えるのかが分からないとダメっていう、昔なんか僕別の講師をしてたりするんですけど、別の講師、はい、うん、そのどういう講師をしたらいいですかという助言をもらったんですけど、うん、やっぱこう見える未来を示した方がいいと、最初に。あ、そうです、ね、それがこれですね、うんうん、でそのやっぱあと結婚覚悟しない男性が結婚覚悟しって、うん、実は他にもいろいろあるんで、うん、この方法だけじゃないんですよね、本当はね。あ、結婚の場合はですか。結婚の場合はそう、ね、結婚が最もハードル高いですから、うんうん、一生に一人の人しかしないことになってるんでね、うんうん、でそうなるとハードルが高いんで、うん、まあおいおいこの解説のところでどうしたらいいか話しますけれども、うんうん、まあセフレから恋人が楽勝だけど、うん、まあ、そこは大変だなっていう。楽勝って言い切っちゃいますか。すごいですね。楽勝ですよすごいです、はい、さすが博士。次です、はい、じゃあ使用上の注意1、この方法は男性には絶対に教えないでください。また彼にこういうことをもし私がしたら私のこと好きになると聞いてもいけません。聞いたらこの方法は効かなくなります。ほとんどの人間は自分の心がどう動くかを知りません。あなたの恋人がどれだけ賢いかは知りませんが、彼はもちろんこの方法を知りません。ちなみにこの方法を見つけた僕にも女性がこの方法を用いれば効果があります。でももしあなたが相手に話したら全てが無駄になります。僕も相手が僕に恋人の心を取り戻す方法を使うと分かっていたら効果がありません。彼はもちろん彼に伝わる可能性のある人にこの方法に関して決して言わない。その約束ができるならこの方法はあなたの役に立つでしょう。はい、どうですか、うん、これ博士にも聞くんですね。はい、あの恋人の心を取り戻す方法やってますよって言わない限りは。そうそう。へえ、でもだってやってるなってわからないですか博士。やってるなってわかるように演技しちゃダメですよね。ああ、そうか、うん、本気で離れていこうとするってことですよね。それ見破ることはできないんですか博士。でもだからもう完全に一貫した態度を取らないといけない。だから電話相談の先生はそれを気をつけないといけないですね。うん、そうですね、うん、なんか沈黙してくださいって言った方になんかちょっとこうなんか、うん、なんか解除しちゃうとか、うん、ダメです。解除しちゃう、なんかこうブロックしたのを解除しちゃうとか、うん、あ、そういうことしちゃうとバレちゃいます、ね。そうですね、一貫しないといけないんですよ。そうですね、はい、うんうん、はい、じゃあ次お願いします、はい、じゃあ次いきますね。まずは何をするのか。ステップ1、ステップ1は彼から見た価値を高めるです。すでに価値が高い人は価値を高める必要はありません。価値を高めるとは簡単に言えば、半年以上付き合っている、見た目や立ち居振る舞いを女性らしくする、非日常的な恋愛を彼に味わわせる、生活感やマンネリを避ける、彼に一切ダメ出しをしない、彼が求めたら体の関係を持つです。これができている女性はすでに価値が高いです。これが 100% できていなくてもまあまあできていれば十分です。彼の今のテンションが低くても問題ありません。なぜ彼のテンションが今低いかといえば、最後に仕組みのお話をしますが、あなたが彼の手に入った距離にいるからです。人は手に入った距離にいるものに興味がなく雑に扱うのです。価値が低い人は1ヶ月から6ヶ月程度価値を高める行動をしてください。あなたがセフレの場合、彼にとって理想的なセフレを徹底します。彼が合コンに行こうが他の女性と LINE をしようが気にしません。こんな天使いないよなと思うようにします。奴隷じゃんと思っても頑張ってください。結婚をしたい女性は結婚のプレッシャーを一切かけないでください。あなたが結婚したいと彼が思いそうな全ての行動をゼロにしてください。その代わり、この女性と結婚したら幸せになれそうだなということをしてあげましょう。これを X デーまで完全に続けます。はい、どうですかこれ。うん、これ前のプロトコルには書いてなかったですよね。書いてないですね、うんうん、だから前は、うん、僕その3人の女性で実験したんですよね。その話しましたっけ、はい、聞いたことあります。なんかその人たちは価値が高かったんですね。うん、その男性たちにとって、うんうん、はい、手に入った距離にいただけだったんですよ。はい、ただいろんな電話に相談乗っていく上で、うん、そうでもない人も結構いたっていうね。そ
でもない人も結構いた、はい、価値がないのに離れちゃ う, っていう。ああ、そうですね。これ価値があるものが突然離れるからこそ効果がありますもんね。うん、価値がないと意味がないですね。はい。はい、じゃあ、はい、質問に行きます。次行きますか。あ、どうしようかな。質問最後に。いや、そうしましょうか。最後にまとめてしますね。はい。はい、じゃあ次行きますね。ステップ2、 X デーにガイドラインを出します。 X デーというのは彼に変わってほしいことを伝える日です。ガイドラインというのは彼に伝える彼に変わってほしいことです。 X デー、その日はいつものように楽しく過ごします。そして別れる1時間前に彼に折り入った話をします。例えばセフレが恋人になりたい場合は、ねえ、私あなたのちゃんとした恋人になりたいんだけどどう思う？と伝えます。結婚したい場合は、ねえ、私はあなたと今年中に籍を入れたいんだけどどう思う？と聞きます。ここで男性のほとんどは適当なことを言ってごまかしたり先延ばしを図ります。その言葉は想定済みなのでそのままにしておいて良いです。結婚の場合はより複雑なのでまたどこかでお話しします。有料の動画3300円くらいがあるのでそれを見るか電話相談をしてください。はい、どうですかここ。最後宣伝が入ってますけど、宣伝っていうかね、やっぱこう結婚は難しいんですよ。そうですね。やっぱその、うん、マイマリッジスクールで作った動画があるんですよ、うんうん、付き合った彼と結婚するっていう、うん、そこにめちゃくちゃ細かく2時間ぐらい話してますから。お、2時間言い過ぎた、1時間ぐらい1時間。はい、うんうん、まあ、それを見てください、はい、まあ、それ多分覚えてたらリンク貼ります。うんうん、他はどうですか。他は、まあ、X デーとか最近というかあの昔使ってなかったけど、うん、あのだんだん使われるようになってきた言葉が元 の, あのプロトコルには入ってなかったけど、はい、これには入ってて分かりやすいですね。そうなんですよ、うん、まずガイドラインっていうのが新しいですよね。あ、ガイドラインもそうですね、うん、でガイドラインっていうのを出さなかったんですよ、うん、昔恋人の心とか。あ、そうですよ、書いてなかった、うんうん、はい、でガイドラインを出さないと気づかない人がいるんですよ、うんうん、なんで去ってたのかわからない、うん、そうですね。そういうおバカさんがいるんでんあのちゃんと説明するわけです、 X デーに、うんうん、そうです、あなたのちゃんとした恋人になりたいと、うん、でパッと離れた彼がね、うん、いやちょっと難しいよって言っていなくなったら、ああれが理由だったんだって分かるようなものを作ったんですね、うんうんうん、これ、はい、だから進化してますね。そうですね、はい、うんうん、はい、じゃあ続きってもいいですか、はい、じゃあ今度ステップ3に行きますね。沈黙する、この沈黙するとは彼の前から完全に、ね、んステップ3に行きますね。沈黙するだと、あ、ごめんなさい、ステップ3、はい、沈黙するです。はい、この沈黙するとは彼の前から完全に消え彼から生きているか死んでいるか分からない状態を作ることです。ちなみにステップ2の段階で恋人になれたり席を入れる約束をしてくれ、その後も思った通りの行動をとってくれたらこのステップ3は必要ありません。電話も LINE も一切止めてください。会うのももちろん、あ、ごめんなさい、もちろんやめます。 SNS の更新もやめてください。共通の知人からも離れてください。そんなことしたら彼は私を忘れてしまう。いいえ、忘れません。あなたが彼の前から消えることで初めて彼の頭の中にあなたが現れます。今あなたが彼に尽くしているとしたら彼の心の中にあなたはいません。男性は手に入った女性に興味を失います。あなたが彼に尽くしているとき彼は自分に惚れ込んでいるあなたに興味を失っています。人は手に入りそうで入らない異性を手に入れようとする生き物なのです。彼が、あ、間違えた、ごめんなさい、あなたが彼に尽くせば尽くすほど彼はあなたの価値を忘れ鬱陶しく思うでしょう。尽くしまくるあなたはやがて尽くすことに疲れ、今度はいろいろなことを彼に要求するようになります。なんでヒロ君かっこ仮名は電話してくれないの？私ばっか電話してるじゃん。たまにはヒロ君が旅行の計画立ててよ。こんなことを言われたら彼は言う通りにするかもしれないけど心はさらに冷めます。勝手にお前が尽くしといて今度は要求かよと。セフレはセフレのまま、結婚は永遠に先延ばしになります。そして他の女性を探し始めるのです。どうですかこれは。どうですかそうですね、まあヒロ君のっていう仮名は変わってないんだなと思って前の、ね、プロトコルと、うんうん、でもセフレのこととその結婚を求めてる女性のことも書かれてますよね、今回新しく。はい、そうね、沈黙する、そうですね、うん、じゃあ次いきますか。はい、じゃあ沈黙する期間はどのくらいか。
この方法が効くのは X デーから数えて短い場合は数日、長い場合は6週間になります。この期間の長さは彼とこれまでの LINE の連絡頻度にも依存しますし、あなたが過去にこれと似た行動を取ったかどうかにも依存しますし、彼の性格にも依存します。多くの相談に乗ってきて最大6週間は待とうと考えておけばよいでしょう。その間この方法を徹底してください。はい、どうですか。これ短い場合は数日なんですね。そうなんですよ。毎日連絡してたっていう時は数日で彼から連絡が来ますね。だこれ最初の連絡が来る時ですからね、はい。でいっぱい電話相談に乗っていて、もうそのほとんどが6週間以内だったんですよね。ただ7週間が1個あったんだよな。そうなんだ。でその時に6週間経ったんですけどって言われたわけですよ、電話相談で。じゃあもう1週間待ちましょうかと言ったら来ましたね、おお、はい、そうなんだ。でもまあ最大でもじゃあ何週間。そしてそれはもう恋人になりましたね。すごい、やっぱそうなんですね。一、はい、回僕の方法を聞いて恋人になっちゃったりするとずっと電話相談し続けちゃいますね。ああそうか、もう一回効果があると、はい、まあそりゃそうですね、はい。じゃあ次いきますか。はい、じゃあ使用上の注意に、この方法は付き合っている恋人かそれに準ずる関係、つまりセフレですね、その2つでしか使えません。その2つであったとしても、彼にいっぱいダメ出しをしている女性、彼と会っているにもかかわらず体の関係が数ヶ月ない女性は効かない可能性があります。また彼が既婚者であなたと不倫をしていて、彼に離婚して私と付き合ってほしいというのもうまくいかないことがあります。それは法律での縛りが強かったり、社会的立場が壊れてしまう恐怖に打ち勝ったりしないといけないからです。どうですか。これはこれ書いてなかったですね、前は。そうね、うん、そのなんだろうな、まあちょっと書いてありましたね。恋人かそれに準ずる関係でしか使えませんって書いてあったんですけど、それに準ずる関係をセフレですねってはっきり書いてありますよ ね、 すね、今回は、はい。あの彼にいっぱいダメ出しをしている女性、これもねちょっとダメ出しだったらまあいいです。というのも彼が全然何もしてくれないとどうしてもなんか言いたくなっちゃうんですよ。まあ、それぐらい大丈夫ですけど、はい、もうなんかずっとダメ出ししてる人がいて鬱陶しいぐらい、それはもう難しいなと。そうか。であとは体あの付き合っていますって言ったけど、体の関係持ってませんっていう人がいて、それはちょっと難しいですよ。そうですね。それからその最後の方は全然体の関係持ってませんでも冷めてたりするんで、難しいかも。じゃあレスになっちゃってる場合はちょっと難しいですね。はい、まあ、最終的な判断はあの電話相談してくだされば、はいはい、僕か僕推奨マークの先生が確実な答えを出します。はい、はい。であと結婚は、私も結婚してるので思うんですけど、やっぱり子供がいたりすると、それを乗り越えるのは相当難しいだろうなと思いますね。そうだからすごいな、結婚っていうシステムすごいなと思います。そうですね、本当、はい、そうですね、じゃあ次いきますか。はい、じゃあステップ4。さて突然彼と連絡を絶って6週間が経ちました。そしてようやく彼から LINE が来ました。最近どうしてるの。まず来るのは何でもない LINE です。来ないと思っていたあなた、やはり来たでしょう。かっこもう一度注意します。彼から LINE が来るまで絶対に自分から LINE をしないのが重要です。返信したらおしまいです。ですが彼から LINE が来ても返信をしてはいけません。不安になった彼はあなたと自分の距離を測ろうとしているのです。最近どうしてるのという LINE はいつもの距離にいるよねという確認の LINE だということです。今あなたがすぐに LINE を返すと彼は安心し元の木阿弥に戻ります。次の LINE が来るまで何も返信せずに待ちます。それまでに数週間経っても構いません。大丈夫？心配？というような内容の LINE が次に来るでしょう。それも無視してください。彼の心がようやく不安で満ちることになります。今まで自分の手の中にあった自分の所有物だと思っていた女性が今消えようとしているからです。いろいろな LINE が来たり電話が来たりするでしょう。彼からの電話には一切出ません。 LINE の返信もしません。すると彼が愛の言葉を告げ始めます。何度も言うように男性は手に入りそうで入らない女性にこそ興味を持つのです。やっと彼の心の中にあなたが現れたのです。この無視を1週間から10日続けます。既読は1日に1回つけてよいです。1回既読にしたら24時間は空けましょう。毎日何度も電話や LINE が来る可能性も高いでしょう。あなたは彼のそんな行為をストーカーのように感じるかもしれません。彼は不安でいっぱいになっているのです。その努力がさらに1週間。どうでしょう。あのこれ、はい、
その沈黙してると彼からいろいろな LINE が来たり電話が来たりするでしょうって書いてあるんですけど、はい、これって具体的にはどういう内容が来るんですか。まあそうね、なんか、荷物置き忘れてるよとか、なんだろう、あとはなんか僕を、風邪でもひいたのとかね、うんうん、生きてることが心配、うん、連絡してとか。あ、なるほど。最初はあれですよ、何でもないやつですよ。だから、うんうん、だんだんですね。そうですね。何でもここにもいろいろありますよ、いろんなパターンが。あー、なんか猫の何々ちゃんがちょっと風邪ひいちゃってるんだけどとか、なんか一緒に可愛がってた猫でしょうね。あ、はい、うんうん、そういうことをいろいろ言ってきます。あ、なるほど。そういうなんかこうどうでもいいような様子伺いの、うんうん、連絡をしてくるってことですね。そうですね、はい、はい、だと彼、そうすると彼が愛の言葉を告げ始めますってあるんですけど、はい、この愛の言葉っていうのはじゃあ具体的にはどんな感じなんですか。なんだろうな、ちょっと これまで、適当に扱ってたけどごめんとかね。うーん、うん、そうか。だんだんじゃあこっちに、こうなんかなんていうんですかね、折れた態度をしてくるってことですか。うん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 、まあ折れた態度を告げないこともあるな。もっとぶち切れるだけの場合もありますよね、うん、あ、いきなり、うんうんうん、ちょっと人として失礼なんじゃないのと。あ、なるほど、うんうん、まあ、それも全て想定済みですけど、まあ、まあ愛の言葉は確かに告げないことはありますね、うん、サードエディションで買いますか。サードエディション、あ、でもこの後出てくるのであ、そうか、そうか、はい、じゃあ愛の言葉は告げない場合もあるということですね、はいはい、じゃあ次ステップ5に行ってもいいですか。はい、はい、じゃあステップ5、彼に再びガイドラインを出す。まず彼があなたのガイドラインに従った行動を取った場合、例えばそれはディズニーランドのデートだったりします。今まで自分が行きたい行きたいと言っていたのに、いつか行こうとしか言わず一度も行かなかったディズニーランド、ついに彼はあなたをデートに誘ったのです。それには嬉しい、行きたいと素直に言い、デートに行きましょう。嬉しい時は嬉しいということが大切です。そしてデートは存分に楽しみましょう。最後に楽しませた彼に心からお礼を言うのです。彼はあなたを楽しませたことに心から喜びを味わいます。こうして徐々に関係を戻していきます。コツは関係が戻ってきても連絡は少しだけ控えめにすることです。あるいは相手が自分に冷たくなったなと感じたら少しだけ注目することです。もっと深刻な目的を叶えたい場合は次の通りです。セフレから恋人になりたい方は、彼から何度も連絡が来たら、あなたとは恋人になりたかったけどなれなかった、私は私とちゃんと向き合ってくれる恋人を探します、さようならとだけ送ります。結婚をしたい方は、あなたと結婚したかったけど無理だと分かりました、あなたのことは大好きでした、永遠にさようならと送ります。どうですかこれは。うん、これあの恋人同士で彼が気持ちが冷めてたとして、でこの方法をやったとするじゃないですか、はい、で例にはディズニーランドが出てくるんですけど、はい、特にこういうのがなかった場合はどういうふうに彼がなかったっていうの、あの例えば、うん、そうだな、この場合だとディズニーランドに行きたいって言ってたけど連れてってくれなかったからっていうのがあったからディズニーランドに行きましょうってなるんだけど、はい、どこどこに行きたいとか何々が欲しいみたいなことがそういう具体的なものがなくて、例えば連絡がもっと欲しいとか、はい、って言ってた女性はじゃあ連絡がこうわーって来た時に嬉しいって言えばいいんですか。そうじゃないですよね。ガイドライン何出してるかですね。あ、そうか、最初のガイドラインで、うん、そうか、あ、そう、それさっき、あ、じゃなくて後の質問で聞こうかなと思ってたんですけど、まあ、いっか。じゃあその恋人、そう、セフレだったらあの私たち、あ、私本当にあなたのこと好きになっちゃったから正式に付き合いたいって1回目のガイドライン出すじゃないですか、はい、恋人同士の場合で連絡が欲しいときはあなたからもっと連絡が欲しいって言っちゃってもいいですか。じゃあ私、そうね、1日に1回連絡が欲しいとかね、うんうん、そうやって言っとくと分かりやすいですね。そうか、でそう言っといて、で彼が、その時なんかまあ気のない態度とかしたらその次の日から沈黙に入って、で沈黙中になんかまあ大丈夫だよとかさっき読んだみたいにあのこう連絡いろいろしてくるじゃないですか、はい、でそれで連絡頻度が増えたらそれは連絡をたくさんしてきているっていうことになるんですか。確かに、うん、はい、なりますね。そしたらだんだん女性の方も返信する頻度を高めていくとか、うん、連絡いっぱいくれて嬉しいとかっていうふうに伝えていけばいいんですか。連絡するだけか、うん、そんな人いるんだな、まあ、連絡をもっと欲しいっていう女性は多いですよね。
まあ、これが電話相談だったら、うんまあ、連絡だけじゃなくてデートとかいろいろ上げてもらいますよね。ああ具体的に何をしてもらいたいか、はい、そうですね、うんうん、デートだったらデート行こうよって言ってくれたらちょっといいですよね。うん、連絡って一番これと重複してますもんね。そうなんですよね。連絡はやめましょう。サードエディションではちょっと連絡は10年後になりますけど。そっか。じゃあもっと具体的にこれをしてあげたら彼女が喜ぶって男性が分かりやすいガイドラインを出した方がいいということですね。うん、分かりました。はい。でじゃあ次行ってもいいですか。お願いします。じゃあ次使用上の注意3でいいですかね。もう一回使用上の注意3。はい、使用上の注意3。エクソシストの悪魔について、沈黙をしている時に時々起きる彼の典型的な言動のパターンがあり、そのパターンをエクソシストの悪魔と呼んでいます。これについて説明します。ちょっと待って、はい、ここからデスマス帳じゃなくなるけど、デスマス帳に変えて読んでください。あれデスマス帳に、あ、そうかそうか、ここから先ですね。はい、わ、はい、かりました。デスマス帳に変える、わ、はい、かりました。1973年制作のアメリカ映画エクソシストでは、悪魔が少女リーガンに取り付き、それを神父が払おうとします。この時悪魔は神父に払われまいと少女が正常に戻ったふりをしたり、神父を罵倒したり、少女の顔で哀願したりします。さらには神父の持つ母親の最期を見とれなかったという罪悪感を利用し、母親の声で神父を責め、強く心を動揺させます。人が相手を思い通りにしようとした時、この悪魔のようにあらゆる手を使って相手の心を揺さぶり、思い通りにしようとすることがあります。特にその人が行き詰まり感情的になり追い詰められた時に起こりやすいです。この悪魔が恋人の心を取り戻す方法を行った時に現れることがよくあります。その男性がもう終わりだな、さよならなどと別れの LINE を送ってきたりします。 LINE をブロックすることもあります。駆け引きをして相手を強く引きつけるために距離を置いたのに、男性からもう終わりだな、さようならと告げられた女性は動揺します。そしてごめん、ちょっと返事ができなかっただけと再び彼にすがり、セフレを続けてしまったりするのです。この彼が言ったもう終わりだな、さようならが映画エクソシストに出てくる悪魔が言いそうな言葉で、女性がこの言葉を言えばすがりつくのを見越して言っている言葉です。これは男性が追い詰められているために言っているからであり、男性にとっても大きな賭けをしていることが多いです。言い換えれば駆け引きに効果があった証拠であり、ここが踏ん張りどころとなります。このように相手がエクソシストの悪魔になったなら、この映画の悪魔払いをする神父のように、悪魔の言葉や行動に一切耳を貸さず、きちんと駆け引きをやり抜くことが重要となります。男性の言葉を鵜呑みにする女性はこのエクソシストの悪魔にはまりやすく、結局悪魔を払えず元の黙阿弥になってしまいます。エクソシストの悪魔に絶対に負けないでください。無視してください。ガイドラインを出す前に、彼がエクソシストの悪魔になった場合はガイドラインを出しましょう。はい、ここまでかな。どうですか。いや、これここが一番踏ん張りどころですよね。そうなんですよ。ここが一番辛いところですよね、恋人の心の。だから最近あの恋愛ユニバーシティの日記に誰かが記事を書いてたんですよ。あ、分かった。エクソシストの悪魔になった彼について日記書いてる方いらっしゃいますね。そうそうそう。誰だっけ。ライ113みたいです、ね、はい、1205さんかな。ごめんなさい、間違ってたらうろ覚えなので、ライ1203。あ、すごいじゃん。ごめんなさい、でも日記読んでないんですよ私まだ。そうそうそう、はい、それはでも面白そうなら、まあ、ある男性と付き合っていて、うん、まあ、この女性ずっと付き合ってるんですよ、うんうん、もう5年とか7年とか分かんないけど、うんうん、でも絶対彼結婚してくれないんですよ。うーん、でその時に、まあ、僕とマミ先生に相談して、はい、うん、恋人の心を取り戻す方法を始めた話なんです。うーん、あ、そうなんだ。そしてそこでエクソシストの悪魔が現れたんですね、うんうん、はい、でその時にその彼は、じゃあもう終わりだなって言うわけですよ、うん、まあ、思った通りじゃないですか、うん、そして彼女をブロックするんですよ。ブロックするんですか、はい、LINE をブロックする。そしたらもう私失敗したとかなんか思っちゃってるんですけど、うんうん、いやいや違いますよと、うん、だからそれはもう聞いてるってことですよみたいな。なるほど。それってブロックしちゃっても他に連絡手段があるから OK。 すぐ解除します。
あ、ブロックって、え、ライさんがブロックしたんじゃなくて、彼がブロックした。彼がブロック、彼がブロックしてきた。あ、じゃあほっとけばいいですね。お、そうそうそう、さすが専門家。いやいやいや、そうなんですよ、でもなんかみんな動揺しちゃうんですよ。うん、わかります。当事者だとやっぱり動揺しちゃいますよね。だからこれはもうポーカーのゲームに似てますね、本当ですね、はい、どこまで、うん、あのチキンレースだと思います。そうなんです、チキンレースですね、うんうん、この映画エクソシスト見たことありますか？ないです。エクソシストの意味って知ってますか？なんだっけ、祈祷師？あ、違ったっけ？そうですね。あ、そうでしたっけ？悪魔払い師、悪魔払い師、はい、だからエクソシストは悪魔じゃないっていうことを。あ、そうだそうだ、エクソシストって聞くと怖いものっていうイメージがあるけど、そうそうそう、エクソシスト自体は怖くない、ね、だからエクソシストの悪魔って言っているっていう、ね、なるほど、はい、じゃあ次いきますか、はい、最後にフリー作戦からの恋人の心を取り戻す方法の簡単な仕組みは次の3つです。1、人は価値の高いものであっても手に入った距離にあるものに興味を失う。2、価値の高いものが急に何の前触れもなく自分の前から消えるとその価値が著しく高くなる。3、人は失われそうな価値の高いものを手に入れるために何でもするようになる。恋人の心を取り戻す方法は以上です。はいはい、どうですかこの3つね。これすごいすごい発見ですよね。本当ですね、これ発見したの博士が初めてじゃないですか。もちろんそうです。そうですよね、あのノーベル恋愛賞とかそうですよ。私本当に博士ノーベル賞ものだと思います。ノーベル恋愛賞、ね、そう、ノーベル恋愛賞欲しい、はい、でも後に続く人いないですね多分、うんうん、博士で終わりだと思いますよ。これ、うん、あ、これフリー作戦と恋人の心を取り戻す方法って2つ出てきたんですけど、うん、フリー作戦っていうのは一番最初に出てきた、まあ、あの彼に価値を与える、はい、機械のことをフリー作戦、無料でね、はい、無料で、そうですね、はい、が価値を作るのが何て人でしたっけ、フリーの作戦 あのフリーの本、ああ名前が分かんないけど、フリーなんだっけ、マーケティングなんちゃらなんちゃら、はい、っていう本があるんですよ。そう2010年ぐらいかな、うん、フリー戦略、うん、その本があってごめんなさい、ちょっと喉が痛いからお水を飲みます。はい、はい、書籍ないかな、著者の名前を知りたいんだよね。あ、クリス・アンダーソン、そうそう、クリス・アンダーソン、そうそう、で2009年か、へえ、はい、この本が面白くて、うん、人は無料だと躊躇なく味わうっていう、うん、だからセフレだとしても恋人になってよって言ってるセフレと、うん、何も言わずにセフレでいるセフレって、セフレの価値は高いんですよね。あ、何も言わずにセフレでいる人の方が、はい、うんうん、無料だからってことですね。結婚してほしいっていう恋人よりもそれを言わない恋人の方が価値が高いんですよね、うん、なるほど、はい、その間に結婚したくなる、うん、その間に付き合いたくなるっていうのを、うんうん、密かにこう仕込んでいくと、うんうん、これがフリー作戦ですよ。はい、はい、これって博士がそのフリーの本を、あ、フリーっていうさっきの本を読む前からもうこれは分かってたんですか？もちろん分かってましたね。あ、じゃあそれ読んで、あ、やっぱりと思って、再発見と思いましたね。あ、なるほど、クリスが再発見した。そうなんだ、でもクリス、うん、アンダーソン の、 そのフリー作戦はマーケティングですからね、うん、ああそうか、なんかフリーのなんていうかな、アプリとか、うんうん、ゲームをターンできて急に課金があるみたいな、うんうん、でこれもめちゃくちゃいろんな人に影響を与えましたね。うん、そうか、でも博士はその前にも分かってたんですよね。分かってた、うん、クリスが後からね、うん、はい、で、そのもう一個あるんですよ、使用上の注意4っていうのがあるんですよ。あ、じゃあ、その前にその価値を与える期間がフリー作戦で、うん、で、あのガイドライン出してから沈黙してエクソシストの悪魔にも負けず、そのやり遂げるところまでが恋人の心を取り戻す方法ですよね。はい、はい、で、じゃあ続きを読みますね、はい、どこだっけ、あ、多分書いてないですね、後で送って、あ、これだこれだ、使用上の注意4、うん、この方法を始めたら後戻りできません。最後までやりきってください。2回目の効果は1回目よりはるかに落ちます。以上ですね。はい、どうですかこれは。そうなんですよ、これ下手に手を出しちゃダメで、うん、1回やり始めたらちゃんと最後までやらないとかえって関係が悪化しちゃうこともあるし、そのもう効き目は1回だけ ですよね、ほぼ、うん、まあ、2回やることもあるけど、うん、もうそれすごい残念ですね。そうですね、効果落ちちゃいますもんね、うんうん、はい、この恋人の心を取り戻す方法を知らずに、
これと似たようなことを何度かやっちゃった女性が、はい、やっぱりちゃんとやりたいってなって恋人の心を取り戻す方法をちゃんと知った上でやるっていうのもやっぱり効果は薄まっちゃいますか。しょっちゅうやってるとするとそういう女性と思われてる可能性あるんですよ ね、 あそうですね。だからその価値を高める期間を長くすることは大事ですかね。なるほど、うん、そうか長く、そうか長くするってことか、フリー作戦の期間をってことですね。そうですね、わかりました、うん、じゃあ、ここまでなんですけど、あのプロトコルは私から、質問があります、はい、4つあって、まず1つ目質問1、どんな男性でも連絡を取らないでいたら女性に連絡をしてくるのでしょうか。去るもの追わずという男性やもともと連絡不詳な男性にはこの方法は効かないということはありませんか。また男性にとって女性が手に入った距離にいるのならそのまま興味を失ってフェードアウトしてしまわないのでしょうか。どう思いますか。いやこれよく見る質問なのであえてぶつけたんですけど、ね、いやいやそんなことはないですよって言いたいです、はいはい。まあ、僕の答えを言うと、うん、価値のない女性には連絡してこないですね。ああそうですね、うんうんうん、初めから片思いとか、うん、でも片思いでもね向こうがなんかすごい思わせぶりなこといっぱいしてきたりとか、うん、なんかそういう人には聞いたりするんですけど、うんうん、まあ、最近 の僕の電話相談 あのサンクスボイス、サンクスボイスに、うん、はい、片思いだったけどうまくいきました。あ、読みました、うん、ですけどそれはこれです、うん、なるほど。じゃあ価値を感じてたんですね、はい、あそれが分かる、そう電話相談してくれるとそれが分かるんですよ。あそうですね、なんでこれはやってみましょうってことでやったらうまくいった、はい、はい、で、あとまだまだ続きありますね、うん、はい、彼を振り回すだけの女性には連絡をしてこない、うん、振り回すすごい振り回してた人がいるんですよ、うん、ね、でもうんざりすること、うん、まあ、例えば不倫だったらもう奥さんに電話するよみたいなことを言ってくるような振り回す系の人にはもうそ振り回しすぎなんですよね。もう今でさえ限界なのにもうこれ以上はと、はい、だからこの第2番では価値を高め心地よくする期間を設けてるわけですよね。なるほど。あとまあハローさんのおっしゃる通り去る者は追わずっていう男性は追ってきます。そうですね、はい、うん、そうですね、こうやって言ってても絶対追ってくるので大丈夫です、うん、はい、その言葉は相手を追わせるための言葉なので。そうなんですよね、はい、そうなんですよ。言葉には全てね、うん、あの本当の言葉の意味と意図があるんですよ、うん、これもまあ僕より前に多くの人発見してたかもしれないけど僕も発見しましたいやいや博士が最初ですよ。で、まあ、であまりに不安な場合電話相談で聞くことをお勧めます、うん、本当にこれあの宣伝じゃないですから、うんうん、30分ぐらい話聞けば、まあ、分かります、うん、本当そうですね、はい、うん、専門家はちゃんと分かってるので、うん、はい、価値がない場合は価値を高める助言をするしリスクやデメリットの高い女性にはそれをなくす助言をしますね、うんうん、で、まあ、さっきも言ったんですけど相手がセフレから恋人になるのはそんなに難しくない、うん、最も難しいのは結婚確保させることですね、うん、これその目の前にいる女性以外にも結婚っていくつものこうなんてハードルがあるんですよね、うんうん、まあ、親とかですね、親もあるし、うん、仕事がうまくいってないと か、うん、かそういう大きなものがあるん で、うん、この電話相談では確実にこれぐらいうまくいきますと、うんうん、はい、そうですね、かさっきの有料の動画を、はい、はい、3300円安いと思います。はい、はい、まあ価値はあると思います、はいはい、じゃあ次いってもいいですか、はい、じゃ質問に、女性が男性にとって価値を作れているかがはっきりとわからない場合または確信を持てない場合どうやって判断すればよいですか。まあ、ここに書いてあることを言うと、うん、電話相談をするって書いてあるまあそれ以外に自分で分かることとして、はい、ね、まあ、自分で分かることとして分かることとしてダメ出しは要求をどれぐらいしてるか、うん、それもさっき の、 あのフリー作戦の説明のところにあのまあまあ、ちょっとしてたとしてもまあまあいいでしょうみたいなことを書いてあったじゃないですか。その辺の微妙なラインは電話相談ですよね、うん、ああそうです、ね、たまに言うぐらいだったら大丈夫ですけどね。ああそうですね、あと彼と体の関係が恒常的にあるのか。あそれはすごい重要ですね、はいはい、うんうん、あの本当に、彼女が嫌になると、うん、彼女に背を向けて腕組みをして寝るようになっちゃいますからね、うんうん、そうですねそれから、まあ、彼に尽くしてるか、これ尽くすのはいいことです、うんうん、はい、でもその尽くすも彼がもうやってほしいと思っていることをやってあげるのはいいけど別にやってもらわなくてもとかやってもらうとかえって面倒だと思っているようなことをやってもらうとかえって面倒だって例えばなんですか。なんだろう、なんかやってくれるのはいいけどなんか重いとか仮を作られたみたいで嫌だみたいな責任を問われてる感じがしちゃってとかって。そこは大丈夫、そこは大丈夫、大丈夫、あそういうのは大丈夫なんですね、うん、大丈夫です、尽くしてる人は大丈夫です。うーん、じゃあなんだっけ、うん、
ダメな尽くし方としては、うん、なんだあのこの、フィギュア捨てといてよとかそういうのはダメですよね。このフィギュア捨てといて捨てといてよ、はい、それどっちが捨てといて、彼が一生懸命集めてるフィギュアをちょっとこうなんか、うん、部屋汚かったから整理整頓として、うん、捨てといたよか。ああなるほどなるほど。あ そ, れそういうのはダメですけど。そうですね、彼が求めてない、まあ、彼が求めてないにしろ彼が嫌がってないもの、うん、掃除とか洗濯とかね、うんまあ、それは大丈夫でしょう。ああなるほど、うん、あと付き合い始めに楽しい時期はあったかっていうのはありますが、そうです、ね、なくても、まあ、尽くしまくってれば問題ないです。ああそうなんだ。最初から尽くしてるとテンション上がる時がないんですよ。うんうんうん、であとあのその女性が周りの男性からモテるかどうか、あそれも重要ですね。これ市場価値ですね。そうですね、うんうん、そうですね。ここ数年の話ですよ。18歳の時はモテてましたとかそういうのダメですよ。あそうですね、その女性が例えば35歳で18の時にモテてましたっていうのはちょっと昔すぎてここ数年ダメだけど、うんうん、そうですね。で彼がモテるからっていうけど大抵そんなモテないっていうのがあるんですけど、うん、それ思います、はい、私も電話相談受けてて、うん、彼はすごくイケメンなんですって言われて写真見せてもらうんですけど、うん、イケメンだと思った人ごめんなさい一人もいないです。あの昔10年ぐらい前までやってた笑っていいともで、うんうん、うちの彼氏誰々に似てますとか言って彼氏を出した瞬間、うん、客席からみたいな。そうなんですよね、恋してるとイケメンに見えちゃうんだけど、うん、まあ別にあの見た目が悪いってわけじゃないですよ。だけど特別イケメンかって言ったらそうでもないです ね, そうね、似てるとかっこいいまた別だったりしますね。そうですね、はい、はい、じゃあいくかまだありますよ。はい、あまだあります、はい、付き合い始めから女性らしさや美しさが落ちているかどうかですよ。付き合った時はまあ綺麗だったけど、うん、今となっては15キロ太ったとかなるとちょっと痩せてからやりましょうかと。そうですね、痩せてからか。でここでまあ繰り返しになるけど、まあ、僕か僕推奨グッドより派生推奨マークの先生に電話相談するのが一番間違いない、うんうん、そうですね、これ本当マジで。そう、はい、でも本当そう思います。うんうん、あとクーポンがありますからね、3000円引きの。あそうだ、そのクーポンって福江応援ライブの概要欄にありますよ。そうですね、あの博士が毎週金曜日の夜10時から福江応援ライブっていうのをやってるんですよ。でそれ恋愛ユニバーシティのチャンネルじゃなくて復縁チャンネルっていうまた別の YouTube のチャンネルがあるんですけど、その復縁ライブのどのライブでもいいんですけど概要欄見るとクーポンが書いのあのなんか番号が書いてあって、うん、電話相談するときにそのクーポンを入力すると何千円オフっていうふうに使えるので、ねうんはい、初回の人が3000円オフで電話相談したことあるけど別の相談あ別の先生に相談するときに使えるセカンドオピニオンクーポンっていうのが2000オフかな確か、うん、なのではい、うん、それ使ってもらってもいいと思います該当の方は。はい、はい、じゃあ質問2はここまででいいですか。はい、じゃあ質問3、男性がエクソシストの悪魔になった場合そのまま怒って別れを決意するということはないのでしょうか。うん、これも多分多くの女性が、うん確かにうん、心配しそうなことだと思うんですけど、これはね、うん、ないないですね、はいうんうん、反応しなければいいです、うんうんまあ、重要なことは、うん、一時的に怒って別れを決意したように振る舞うことがあるんですよ、うん、だからないって言ってたけど、うん、この彼の場合怒って別れを決意しちゃったじゃんみたいな、うんうん、それも演技ですから。そうですそうです、はい、あの演技というか、うん、ね駆け引き、駆け引き向こうの駆け引きですね、うん、うんうんでまあ、これも本当に不安なら、うんまあ、繰り返しになるんですけど僕か僕推奨マークの先生に相談した方がいいですね。何回目だろう、うん、でもこれそうなんですよ、専門家から見るとこれも彼の駆け引きですよって分かるんだけどその相談してる当事者の女性にとっては例えば彼からガンガンその連絡来てたのにピタリと来なくなっちゃったとかっていうのも不安になっちゃうと思うんですけどそれも駆け引きだしブロックそうさっきも出たかなブロックとかも全部駆け引きなのであのほっとけばそのうちまた来るのでっていうのも、うん、あのアドバイスできるので相談していただければ。あとなんだっけ、はい、あのうちの彼はあのなんていうかな駆け引きするような人じゃありませんみたいな。うーんいやいやみんなしてるんですよ。そうなんですよ、ね、みんな気づかずに駆け引きしてるんですよ。してますしてます、はいうん、みんなが本当は毎日送りたいのに、うん我慢してるのも駆け引きですから。うんはいまあ、それさておき、うん、あとねあの別のエクソシストの悪魔というか、はい、ある僕の電話相談の例で、うん会社社内恋愛してたんですよね。うんまあ、でも結婚してくれないと。うんはい、でそれは、会社で結婚してるのがバレるとかいろんなことが あるとかなんかそんな感じでのこと言ってたんですよね。うんうん、でもまあこれ
彼女が、仕事を辞めれば、彼は結婚するって覚悟するだろうと分かったんです僕はね、はい、でまあでも彼女辞めることにしたんですよ、うん、すごいですよね僕は。すごい、はい、すごい。で辞めると、例えば、うん、今が11月だと11月末で辞めますって言ったわけですよ、うんうんうん、そしたら、うん、彼は辞めるんだねと、応援してるよって言ってきたんですよ。うんね、応援してるよ、うんうん、新しい人生を応援してるよと。 あれ博士、あ、なるほどなるほど、そういうことか。応援してくれちゃってますけど大丈夫ですか、うん、いや大丈夫ですと。応援してくれちゃってる、ね、でそれなんか、わざわざ、彼女のためになんか、なんだろうな、その新しい生活のためになんかくれたり、うん、買ってくれたり、電気製品とか分かんないけど、はい、いろんなことし始めるわけですよ。でなんか会社の同僚とか集めてさよなら会とか、あ、博士もこのままだと本当に辞めないといけなくなっちゃったんですけど、うん、いや辞める、辞めていいですよと、うんうん、で、あの、辞めてからも連絡していいかなって言ったら、ごめん、辞めてからは新しい人生を送るから連絡しないでって言ったんですよね、女性がですね、はい、男性に、うん、そして辞めましたね、会社辞めた、うんうんうん、もう2日後ぐらいに結婚しようです、うん、おお、すごい、もうね、2日後、はい、すごい。だから本気で辞めることをしないとダメなんですよ、うん、そうなんですよね、そうなんです。その博士の駆け引きってそこまでやるから効果があるんですよ。そうだから、ポーカーで本当になんていうの、うん、ま、何にも持ってない人がすごい、手札を持ってるように見せるのって、うんうん、ま、チキンレースね、さっき言ったどこまでこうライズっていう、そのね、上げてっても、ああいいですよ、どんどん上げましょう、うんうん、全額やりますみたいな、降りた豚でしたみたいなねそれが駆け引きなんですよ。そうなんですよ、そうそう。だから素人の、その相手の彼が考える駆け引きのさらにこう上を行くと効果があるので。諸葛孔明っていう人がいて、ああ、また出た三国志あの、うん、何だったかな、諸葛孔明のライバルが芝居中達っていう人なんですよ、うん、はい、まあ、前回聞きました、聞きました、うん、それどんな話しました、覚えてます、なんか王様に狙われちゃって、でバカなふりをして、ああそれね、はい、OKOK、うん、まあその諸葛孔明がもう本当に、芝居中達が10万ぐらい兵がいて、うん、自分のところ3000ぐらいしかいないんですよ、うんうんうん、お城に、うん、でもやられますと。で芝居中達は諸葛孔明を殺そうとしてるんで、うん、すごい攻めてくるわけですけど、うん、分かったと、じゃあとにかくお城なんですけど、あの窓を開けは、ドアを開け放てと、うんうん、そして兵隊全部隠せ、うん、もう3000くらいしかいないからもうしょうがないんですけど、うんうん、でそこでその諸葛孔明がこう上で琴を弾き始めるんですよ、はい、こうペンペンペンとか言って、うんうんうん、でそれでこのなんか芝居中達が来るわけですよ、うんうん、よしやっつけましょうって言ったら、待てと、こんなに怪しすぎると、うん、ドアを開け放って、うん、誰も兵がいない、うん、しかもそこで諸葛孔明が琴を弾いている、うん、これ絶対何かあるって去ってくるんですよ、ね、なるほど、これですよ、あ、そういうことか、徹底しろと、あ、もうこれ大体1800年前ですよ、1800年前だから諸葛孔明が発見してますよそっかそっかいやでもそうですよね、はい、そこまでそうやって一貫した行動を取ってると、そう相手を騙せるというか、そうです、そこで危ない、ちょっとはあのなんか、うん、ドアを閉めて守ってる、うん、なんかやらなきゃダメじゃんって言ったらもう終わってました、ね、そうですね、そうなんですよね、はい、はい、じゃあ、最後の質問いきますね、はい、6週間経っても連絡が来なかった場合はどうしたらいいのでしょうかこれはね、うん、あの、まあ、セフレだった人は恋人になりたいからそういうことをしたわけじゃないですか、うん、で元のセフレに戻りたいんだったら戻ります。それは何をするかっていうと、うんうん、半年後に何気ない連絡をします。半年後、はい、うんうん、あのセフレだったらその時になんか、うん、寒くなってきたねみたいな、うん、送ればまた元に戻れるんで大丈夫です、うんうんうん、セフレには戻れるってことですね。セフレの人はね、うんうん、結婚してくれない男性は結婚してくれないままの関係には戻れる、うん、なるほど、だから心配するなと、うんうん、であの、まあ、我々僕を含めた専門家がうまくいくと言ってうまくいかなかった場合は、うん、なんかその女性が知らない何かがあると思います。うん、例えば実は既婚者だったとか、ね、はい、そうですね、うん、で我々はそのマイマリッジスクールっていうのをやってるんですけど、うん、マイマリッジスクールでもあの付き合ってる人と結婚したいって言ってくる人が結構多いんですけど、うん、そのうちのなんか1割ぐらいが既婚者なんですよ。1割もいるんですか、はい、既婚者が、はい、へえ。だからなんかプレッシャーかけた時に泣きながら、うん、実は結婚してましたと。へえ。隠してもう最初から不倫じゃなくて隠して付き合ってるんですか。あの独身だと言って付き合ってます。男性がマッチングアプリで。ひどいな。あ、マッチングアプリで。はい、ああ。
ひどいな。だからね、それを見抜けないとずっと既婚男性と婚活をしているってことになるんですね。そうですね、もう時間の無駄ですもんね、うん、まあ、そういう可能性がありますよと、うん、なのでまあ相談してください、うんうん、これ普通の恋人だった場合はどうですか。連絡が来なかった場合、そうそう、恋人には戻ります。ああ、そしたらまた半年後ですか。恋人に対して何かしてほしいって言ったわけですよね、うん、はい、そうです。半年後に戻りますけど、うんうんうん、例えば全然連絡が来ないっていうのは相変わらず来ないですね、うん、そうか。やっぱじゃあ6週間経っても連絡が来なかったら、その時点で、まあ、女性の男性に対する価値が低かったんだなっていう、そうね、ことですかね。仕事で頭がいっぱいとかね。ああ、そうですね、はい、それがありますけど、うんうん、まあ本当に自分でやるのが怖かったら我々に相談してくださいよ。いや、これ本当にこれだけ見てよしって言って手出すのは危険だと思います。こういう方法あるけど、うん、やっぱちゃんとあの博士理論を勉強してやらないと、この何ですかね、博士の駆け引きって、こういう時はこれ、こういう時はこれっていうマニュアルじゃなくて、その何でか、何ですかね、その本質をちゃんと分かってないと、眉毛がめちゃめちゃ動いてる。本質を分かってないと正しく駆け引きできないので。まあね、でも頭のいい人だったら自分で全部できるかもね。あ、そうですね、うんうんうん、まあ、心配な方は、まあ、そうね、はい、心配した方は相談してくださればした方がいいと思います。はい、じゃあここまでですかね。はい、はい、じゃあこれ後々なんか切り抜き動画が出るらしいので、多分ね、編集されて、はい、はい、興味ある方いらっしゃったら、編集できるかな、うまく、ごめんなさい、もし編集難しかったら、ね、ステップ2ですよね。あ、そう言っちゃった、ごめんなさい、そこはあの消せるのかな、分かんないけど、はい、まあまあ大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次のコーナー、質問コーナーはなくてですね、あれ、今週のニュースメッセージ、あ、ニュースやりますか。あ、どっちがやる、まずメッセージいきますか。メッセージいきますか。はい、メッセージのコーナー、このコーナーでは皆さんからいただいたメッセージを読んでいただきます。はい、じゃあ読みますね。お願いします。で、まず匿名さん、以前離婚について相談したものです。今回回答を楽しみにしていましたが、回答いただけなくて残念です。相談内容が重すぎましたでしょうか。申し訳ありません。お祈りを毎日していますが、全く叶う気配がありません。とても辛くてしんどいです。これね、見つからないんですよ、うん、あれ送られてきてないんじゃないかなと思う。そうなんだ。あの、前々回かな、私が出た時に確かご主人が鬱でっていうことで、あの、質問してくださったんですよね、うん、でそれはお答えして、で動画でも配信されて、じゃその時に質問してくださってたんですかね、どこかで。それか、うん、それをあの、うん、配信する前に送ってきたからですかね、うん、あ、ちょっと分かんないんですけど。そうか、そうなのかな。離婚についての相談って何、夫が離婚したいって言ってきたって話。あ、違う、私がそのこの番組であの読んだのは、その匿名さんのご主人がうつ病で、で転職を何回も繰り返してて、うんうん、であの安定しないから離婚について、離婚を考えてるっていう。で、僕なんて言いました。でその時は、なんだっけ、離婚したからといってそのシングルマザーになってなっても楽になれるとは限らないし、養育費もらえるとも限らないし、で旦那さんがそういう性質を持ってるんだったら、その性質とうまくこう付き合っていく、いけるような方法を匿名さんが勉強したらどうかとか、うん、なるほどね。あと何て言ってたかな、うん、あとはその匿名さんのご主人はうつ病になっちゃうってことは、まあ真面目で優しい性格なんだろうけど、それが匿名さんに合ってるってことはありませんかとか、うん、そういうことをおっしゃってました。あ、なんかびっくりした、あ、ごめんなさい、イヤリング取れちゃった。はい、はい、なんだっけ、まあまあ、だからもし相談、うん、が答えてない場合、もう一回すいません、送ってください、はい、送ってくれたとしても多分1週間後から4週間後になっちゃう、うん、そうなんですね、配信させるまでちょっとタイムラグがあるんですけど、はい、もしその私が今言ったあの質問だったら、この前の前ぐらいの夏ぐらいに、私が出てる動画でお答えしてます。はい、はい、見たかな、もしかしたら。はい、じゃあ次いきますか。はい、じゃあ次ひろかさんですね。博士、今だから書けるファンレターなのかもしれません。私は男性という生き物を知らず、恋愛というものを知らず、全く真新しい状態でマイマリッジスクールの第3期生として博士のサロンに入学しました。マイマリッジスクールね。はい最初は男性も苦手、恋愛も苦手で、どうやって婚活していったらいいのか、私にできるのかと霧の中をもがくような感覚で手探りで歩き始めました。辛いこともたくさんありました。諦めたり自信を持ったり、紆余曲折な婚活のスタートでした。
でも博士を信じて弱い心を正し、間違った考えを正し、今に至ります。それでもまだまだ勉強不足です。世間体を気にして私のことを絶対に結婚は無理だと信じて疑わない周囲の人たちに示したくて、あとは一度は結婚してみたいという気持ちからただ全力で走り抜けてきました。ずっと前から博士の大ファンだった私は、プレミアム時代は博士との三者面談、プレミアム会員ねあ、なるほど、前回りの、博士との三者面談に緊張してしまい、うまく言葉を話せてたのかな、伝えられていたのかなとその頃を思い出しています。博士は本当に優しく本当に応援してくださって、時に喝を入れてくださり、時には優しく寄り添ってくださり、あらゆる角度から私の凝り固まったマインドを外してくださりました。なので今回は本当に本気で結婚したいと思っています。他の方に比べるととても手のかかる生徒だったのかもしれないといつもいつも思っています。でも博士が本気で私に教えてくださったこの2年間をどうしても無駄にしたくなくて、今回はどうしても今の彼と結婚したいと覚悟しています。 60% はお守りです。どうですか。って何ですか。まだ結婚してないから。ああそうか、 X デーがもうすぐなんでしたっけ。そうなんですよね。そこからですよね。うまくいくことを祈ってますし、手がかかるという意味では、他の生徒さんも結構手がかかるというか、みんな似たようなものというか。その手がかかるっていうのは具体的にどういうことなんですか。やっぱり一番難しいパターンは、好きな人が現れない。めちゃくちゃ厳しいんですよね、男性に対して。悩んでる人の多くは婚活市場ではほとんど男性から選ばれない人なんですよ。それは別にその女性たちはすごくしっかりしてますし、お美しいんですけれど、そういう人はさらになんか2段階上を求めるわけですよ。そうですね。まあ、綺麗な方ってその若い時に散々男性にモテてただろうから、それをこうずっと引きずってるとやっぱ同じレベルの男性を求めちゃう、でそれはそうなんですよ。しかもそれは本人たち分かってて、分かってるけどできないんですよ。分かってるけどできないことってありますよね。あります、あります。それなんですよ。分かりますね。だから大変ですけど、まあでもあのそういう人も急に結婚したりするんですよね。それは何をきっかけに急に結婚できるようになったんですか。ある程度長い婚活がまずあります。疲れ切ってますね。疲れ切ってる、疲れ切ってる、もういいよと、疲れたよと、だからまあ旅先で、行き当たりばったりの旅したことありますか。行き当たりばったり、ホテルとかを予約せずに。ありますか、ずっと見つからないと。やっと見つかった、まあ、ここでいいじゃん、なるほど、という時に、大体自分のなんか求める男性の50点ぐらいの人がバーッと現れるんですけど、65点が急に現れるんですよ。これだって思って結婚しますね。なるほど。でもあなたから見て65点かもしれないけど、僕から見たら89点なんです。そうなんですよね、結婚相手ってまた恋愛相手と全然こう評価するっていうか見るべきところが違いますからね。それが一番大変ですかね。そうか。我々にマイマリッジスクールに入らない場合で一番大変なのは、結婚しようと思って付き合った人が既婚者とか結婚する気がないっていう、それにハマっちゃうと終わりですからね。そうですね。結婚する気のない男性とずっと付き合ってて、その男性と結婚したいっていう人も多くない。しかものらりくらり結婚しそうな感じを出しながら続けたりする。そう、あれはすごいな。それも男性もあれですよね、ちょっと罪があるというか。岸田さんに言いたいですよね。岸田さん、あの首相の、少子化対策は、そこですよと。そこですよ。結婚について、結婚する気のないのらりくらり男性を見極める方法を、男性を分かることによって少子化はかなり改善されますで、博士がアドバイザーで言ったらいいんですか。そうですよね。博士呼んでいただきたいです。異次元的な改革をしますよ。本当ですよ。博士がやったら一発ですよね。少子化大臣とかやればいいのに。少子化担当大臣ね。グッドウェル博士って。そしたら本当に異次元ですよね。本当ですよ。支持率は多分 50% ぐらいまで上がりますよね。もっといきますよ。 100% いくんじゃないですか。 100% いくか。 100% いったら、それはロシアとかそういう国だ。それもそうか、どうだっけ、ロシアでも 100% いかないけど、それ置いといてと。じゃあ次いきますか。はい。
じゃあもうあとは、投稿いただいた内容ないので、じゃあニュースいきますか。はい、今週のニュースを恋愛できる。このコーナーは、まあ、日頃皆さんの前に現れるニュースを僕は恋愛できるというコーナーですね。はい、でお願いします。え、あ、読みますか。じゃあタイトルだけお願いします。はい、紅白歌合戦、旧ジャニーズ出場はゼロ、79年以来44年ぶり。79年って1979年以来44年ぶり、はい、ね、昨年は6組、まあ、NHK、 いや僕が読みますと、これ日刊スポーツですね、はい、NHK は13日都内の同局で大晦日の第74回、79年前か44年ぶりってことは、まあいいか、 NHK 紅白歌合戦の出場歌手発表会を行った。出場者一覧にスマイルアップ旧ジャニーズ事務所の所属タレントの名前は一組もなかった。まあそういうことです、はい、これどうですか。いや、私ジャニーズは興味ないんですよ、うん、なのでふーんって感じですけど、どうですか博士は。まあ何でしょうね。まず旧統一教会ってあるじゃん。よく出てきます ね、これは旧統一教会ってみんな言うのに、うんうんうん、旧ジャニーズだと、うん、なくせなくせって言うんですよね。旧統一教会って、なんで旧統一教会っていまだに言うか分かります。本当は世界家族なんとか連合じゃん。ああそうです ね、でも旧統一教会ってみんな言うじゃないですか、うん、これなんでみんな、え、古い名前の方が悪いイメージがついてて。そうですね、ですかね、悪いイメージがついてて、うん、それを名前変えたんでふざけんなと、うん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 、我々は旧統一教会って言ってお前を旧統一教会の名前で呼び続けるぞっていう意味じゃん、うん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 、でもジャニーズの場合は名前変えろ変えろって言うんですよ。そうですね、本当にジャニーズが悪いと思ってるんだったらジャニーズって言い続ければいいじゃんって思う。あ、でも多分そのジャニーズっていう名前を見ると被害に遭った男性が、旧統一教会はどうなってるんですか。被害を受けた人たちがどう。そうですね、はい、そうですね、何が違うんだろう。そうか、そこはまあ置いといてと、うんうん、はい、まだ忖度してるんですかね、じゃあ。何が、この旧ジャニーズ事務所に対して。今はしてないでしょうね。してない、まあまあそう、まあ世界的にヤバいですもんね、うんうん、世界に言われちゃってるんで NHK 出したら、うんうん、今年もなんか3組出たとか言ったら叩かれちゃいますよね、うん、そうですね、だから出したくても出せないんですよね今年は、うん、うん、まあ、これに思うことは、うん、まあ、なんだろう、紅白歌合戦ってずっと続けてますよね、うん、これすごいですね。もうやめてるじゃん民間だったら。そうですね、はい、視聴率取れなかったらもうやめますよね、うんうんうん、やめてるけど続けてる、うん、続けてるられてるのは、うん、やっぱりなんだろうな、まあ視聴率関係なく動いてるからですね。そうか、そうなんだ。それが一つと、うん、あと中身いろいろ変えてますもんね。いろいろ変えてるのかな。毎年けん玉の人出てたり。あれは変えてないと思います。そう、毎年、まあ、でも今年は有吉が司会ですもんね、はい、総合司会、うん、まあ、変えてるところは変えてるんですよ、うんうん、時代に合わせて変わっていく。もう時代ってどんどんアップデートしていくわけですよ。うん、あと民間だとやっぱ迷うと思うんだよね、こういろんなこと変えるのに。うん、でもその NHK なんで迷うことなく方針に従って動いてるんですよ、うん、ああそうか、だから NHK でも迷いがないんだよね、紅白歌合戦とか。そうか、迷いがない、うんうん、全てジャニーズはもうだって出しませんって言うしかないですもんね、うん、どっちにしようかなとか迷ってないと思いますね、うん、なんで民放は迷いがあるかどうか知らないですけど NHK は迷いがないんですか。だから、うん、まずスポンサーがいないというか、うんうんうん、そうです ね、うん、で何でしょうね、まあだから方針も決まってますよね、うん、国民にそうですね必要な情報を出すっていう、うんうん、そうですね、なんで、まあ、迷いはない、うんうん、迷いがない人の強さですよね、うん、それを恋愛できると、うん、まあ、恋愛って迷う人って、うん、まあ、この時はこういう方針しようとかああいう時は方針しようと、うんうん、まあ、でも専門家に相談すると、うん、もう迷いはないわけですよ。僕とか全然迷わないもん。でも本当そうですよね、はい、博士は。だってもう方針全部決まってますし。そうですね、うん、彼氏にこびるってこと一切しませんから。うん、本当そうですよね、はい、うんうん、だから僕は迷わずに方針を決めて一貫して行動しろって言い続けるし、うんうん、こういう時どうすればいいですかっていうのももう決まってるんですよ、うんうん、もうなんていうの、沈黙してくださいって言ったら飴ますか、うん、あ、優しいですね、うん、そうそうそう、これ私が買ってきた飴なんですよ、さっき舐めてたのも。ありがとうございます、はい、どうぞ。あ、1個出るかな、はい、はいはい、梅味で博士のお好きな味だったそうです、はい、梅干しは嫌いですけど梅は好きです。
はい、だからつまりその、うん、例えば婚活でも何でも、まあ、恋愛でもね、うん、自分の方針とか生き方が決まってると迷いはないです。でも本当そうですね、うん、ブレちゃダメだなと思います、うんうん、何事においても。じゃあ次いきますか。はい、えもうないですよ次って。次はね思っちゃったんだから仕方ないとこないですか。あります。私はないです。ないんですか。ないです。今回はないんですよ。前回言っちゃったから。うん、なんかあるかな思っちゃったんだから仕方ない。じゃあ僕はいろいろ探して。はい、はい、どうぞどうぞ。ですね、ちょっと隠しとかないと。あ、隠した、ごめんなさい。なんとなく見ちゃった。チラ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 。いやでも私文字は追ってないです。ぼーっと見てるだけで。うん、あ、そうですか。はい。まあ、最近ね僕は自転車で、うん、電動自転車があるんで、うん、自転車で移動するんですよね、はい、で午後3時とかに移動すると、まあ、夕日が眩しいわけですよ、うん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 、3時とか4時とか、はい、なんであの野球帽かぶるんですよ、うん、でもそれでも眩しいんですよ。なんか怪しいな。それでも眩しいんで、うん、昔父親からもらったサングラスをかけて走ってるんですよ。でそうすると3時とか4時になると、まあ、小学校の子供たちも、ね、そうですよ。あれ俺ジャニー北川になってないっていう。あのプレデター の野球帽かぶってサングラスかけていて小学生の近くを通るって一番危ない行為してるんじゃないって思っちゃいましたね。やばいやばい、うん、いやでも変質者と思われてるかもしれないですね、うん、なんかおじさんが、あ、おじさんって失礼だけど、いやおじさんです。自転車乗って野球帽かぶって、しかも昼間ですもんね。なんかあの、うん、帽子かあの野球帽かぶったサングラスですってどっかで見たことあるなと思ったら、検索したらジャニー北川ですよ。プレデターですよ。プレデター、なんだっけ、捕食者でしたっけ。そうそうそう、あの BBC の、うん、そうだそうだ、うん、それが1個です、はい、あとあの想像したら面白いな。捜査員、あの最近、郵便局に拳銃を持って立てこもった人いたりして、 ありました、うん、はい、埼玉でしたっけ、はい、うん、捜査員が現場に入って突入、うんうん、その人の年齢知ってます。そのおじいちゃんだった、うん、80代とか86歳ですよ。あ、そうだそうだ、うん、で僕の父親は今84なんですよ、うんうん、すっごい元気じゃないですか。確かに確かにそうですね。誰も言ってないけど、うん、元気、僕はすっごい元気だなと思っちゃったんですよ。だって立てこもれますよ。そうですよね、うん、まず立てこもる体力ないですよね、うん、拳銃持って、うん、なんかしょっちゅうテレビ壊してたら、そうそうそう、なんか、ま、気に入らないと窓の外からテレビこうやってボーンって出すって、うん、すごいですよね。すごいね、うん、なんか元反社の人、まあそうなんですね、だったらしいですよ。すごいね、うん、このそれはそう思っちゃいましたね、うんうん、元気って86歳だからもうすぐ90歳ですよ。確かに、はい、確かにそうですよね。じゃあ次いきますか。はい。食パンに、うん、あのパン屋さんのパンって美味しいですよね、うんうんうん、で食パンに、うん、バターが塗ってあって砂糖が塗ってあるパンがあるの分かります。ああ、はい、あ、なんていうシナモンなんとかパンみたいな、うんうん、バターパンみたいな、うん、あれが1個200円するんですよね。え、一切れ一切れ一切れですか、まあ、うん、高すぎでしょ。高いですね、200円か。普通さパンって買ったら、うん、まあ、安かったら1斤で、うん、1斤ってこれぐらいですかね。そうですね、パン屋さんで買うのはこのくらいかな。1斤で、うんうん、まあ、200円ぐらいじゃない。まあまあ、もっと安いとかだと100円でもあります。安いのだったら、はい、うん、それがそれを切ったやつを、そうですね、あれやりすぎだろうって思っちゃう。まあでもバターを塗ってそう砂糖なりシナモンなり上に振りかけて焼く手間とかなんじゃないですか。いやいやいや、経費とかは15円だろそれ。そうか、15円ぐらいかな。そうか、さすがにと思いました、ね、ああそうですね、確かに高い。だパン屋さんがいたら反論してほしいんですよね、うん。反論、なんでこれだけの値段にはそれ相応の理由があるってことですか。そうそうそう、うんうん、ああそうですね、まあ、確かに美味しそうな感じはするんだけど、うんうん、はい、うん、じゃあ次いきますよ。はい。粒ガムってあるじゃん。粒ガム、うん、粒ガム、うん、最近のガムってもう板ガムじゃなくて粒、ね、そうですね、うんうん、粒ガム食べたことありますか。あります。あれって糖衣って言ってその、うん、こう甘いのでコーティングされてるやつ、あれ熱すぎでしょ。そうかな、ガム食べたいんですよ。そのそうかな、糖衣を食べたくない別に。え、そうなの、甘いのは別にいらないんですか。いや甘くてもいいけど、そのガムに味付けしろよっていう。あの板ガム食べたことありますか。板ガム、まあ、板ガムのイメージって、ね、うん、もう全部がガムじゃん。そうですね、あーそうか。でも粒ってこう厚みがあるじゃないですか板に比べて、うん、だからなんかこの歯ごたえを出す
ためにわざとああいうふうにコーティングしてこう最初カリッてなるようにしてるんじゃないですか。いやくっついちゃうからじゃない。あくっついちゃうからか。分かんないから。あそうか、ボトルの中に一緒に入れてるから、はい、あそれだ。それにしてもあのああ熱いというか、しかも一粒で満足しないでしょ。まあまあ確かに何粒か3粒ぐらい食べる、うん、食べますね、はい、あ一気に口の中に入れちゃうかも。3粒ぐらい私入れますよねそうですね、糖衣の比率がそうなのか。あとまた粒ガムでいうと、うん、あの紙が入ってるじゃん。はいはい、こう包む紙が小さい。そうあれ包めないですよね、うん、あのちっちゃいの。そうなんですよね。しかも2枚とかでやったとしてもはみ出る。うんうん、あれでも中に入らないからかな、あのちっちゃくちっちゃいのは。もうちょっと大きさ必要ですよね、うん、確かに確かに。じゃあ次いきますよ。はいはい100円の100均の水筒僕よく使ってるんですよ100均の、うんはい、水筒なんてあるんだ。あるんですよ、100均の水筒でちゃんと飲めるやつが、うんうん、あの500ミリリットルかな、うん、落とすと確実に割れる。そうなんだ、うん、割れちゃうんですか。6回割れましたね。6回もう 割るとそこから水がバタバタバタ出てくる、うん、バジャーンってなっちゃうないですか。落としたりとかパキプシュみたいな。あそうなんだ。でも普通の水筒よりは安いっていうね。まあ、そうですけど、600円です。そうですよ。それと普通の、でも普通の水筒ってどうなんだろう、割れちゃうのかな。まあ、割れないかも、うん、割れないけど高いですね。あと普通の水筒って洗うのが超めんどくさいんですよ。確かに。なんか蓋がパッキンがあったりとか、そう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 、なんか中蓋があったりとか、うん、でも100均の水筒ってあのすごい楽なんですよ。そう、口が大きいんですか、あのこの飲む口が。口は大きいっていうか同じぐらいの大きさ、その寸胴になって円柱型で、うんうん、円柱のなんか茶包みたいな蓋でくるくる回して取るんですけど、うんうん、じゃあ中もこう洗いやすいんですか。洗いやすいです、ね、ああそうかそうか。だからなんかよく、うん、なんだろうな、靴でも何でも高級な靴を買うとずっと持つみたいなこと言うじゃん、うんうんうん、でもまあ2万円の、まあ、10万円の高級な服があったとして、うんうん、で安いのはまあ1万円だとして、うん、10年毎年新しいの着れた方が良くないと思っちゃう。確かにそうですね。私もそれはそう思います。あれよく分かんない、うん、高いもの買って10年着るって、いや10年の間に飽きると思うよって思っちゃいますね、うん、私も、うん、分かった、うんうん、はい、あと、うん、まあ、あるワーキングコワーキングスペースで僕は働いてるんですけど、うん、コワーキングスペースって分かります。なんか他 の、 あの会社の人たちとかと一緒に働くとこですか。あのなんか今東京にいっぱいあるんですけど、うん、なんていうか勝手にこう会員になってるとそこに入れて、うんうん、渋谷だったら渋谷で働けたりとか、うん、池袋だと池袋で働けたりするんです、うん、ピッてやるだけでね、うんうん、でそういうそこの、バーコードでピッてバーコードをピッて鳴らすと、うん、あのそこで働けるんですけど、うん、利用の開始手続きが完了しましたっていうのが来るんですよ、はい、開始手続きが完了しましたっていうのがなんか嫌なんですよね。なんでですか。開始してるのに完了してるんですよ。利用開始しましたに等しいのに、あ利用開始手続きが完了しました。開始手続きが完了しました。開始手続き、開始したのか完了したのかどっちなの、まあ、開始手続きが完了したのは分かるんですけど、うんうん、なんか嫌だなと思って。そうか、なんか博士ってそういう言葉遣いとか、うん、漢字の読み方とかすごいきっちりきっちりしてるじゃないですか。私が読み間違えるとその漢字はそうじゃなくてこうやって読みますとか、はいはい、言いますよね。それなんかこだわりなんですか。今日はすごい良かったですね。良かったですか。私でも一回漢字のミスがあったのにそれをちゃんと、そう私絶対博士に言われると思って直しました途中で気がついて、そう絶対言われると思って、うん、それなんかあるんですかこだわりが。うん、そこに博士のコアが隠れてそう、ま、おさすが電話講座の先生ですね。いやいやいや、あの、うん、まず僕研究者だったんですよ、うん、あのまあ、理系の研究者は特になんですけど、うん、文系もそうかな、うん、言葉の定義ってめちゃくちゃ大事なんですよね。ああはい、うんうん、ふわっと言われると嫌なんですよね。ああそうか。あとなんか文章書く人でも、うん、ちょっとこうなんていうのかな、それつけなくてもいい就職をいっぱいつけるんですよね、うんうん、これから電話の連絡の方をしてくださると嬉しいような気がしますみたいな、あ、はいはい、ようなもそうだし方にとかもいらないんですよ。ああ そうかそうか。それがもうすごい難しい、腹が立つというか、いやきっちりしたくなるというか。それは研究者だから余分な情報はいらないし、誤解のないようにちゃんとした言葉遣いをしてほしいと。そうなんですよ。多分とか最もとかそうやっても、もうパーセントがある程度決まってるじゃないですか。うん、すごく楽しかったの、すごくって本当にどれぐらいですかみたいな。博士よく死ぬほどなんちゃらって言うじゃないですか。それは大げさに
何ですか。それはあえてやってますね。あえてやってるんですか。それはこう話を盛るために、なんだろう、うん、話を盛るために、そうですね、うんうん、なんかなんだろうな、何でもなんか鬼のようにとかなんかいろいろつけたくなるじゃないですか、うん、ああうんうん、あ鬼のようにってよく言いますよね、うん、最近の若い人が、うん、それを考えてあえて使ってるのはいいです。考えてあえて使ってるならいいです、うんうん、でもなんか何も考えずに使ってると、うん、今日寒かったねのに今日超寒かったねと、うん、じゃあ2月はどうなんですかっていうめんどくさめんどくさ、いやそう思うけどモードを切り替えるんで、うん、超寒かったねでいいモードもあったりしますよね。うーん、そっちに切り替える僕もいます。それはどういう時に切り替えるんですか。まあ、例えば昔で言えば好みの女性が現れた時には、あ超寒い、いや超寒いよねそっちに乗っかってこうと、そう博士さっきあのこのなんだっけプロトコル読んだ時に、うん、なんだっけ浮気する男性とかなんだっけセフレにする男性とかって昔の僕はそうでしたっておっしゃってましたけど、言いましたっけ、うん、言いましたよ言いましたよ、もう、はい、あのはっきり映ってますよ。 そんなにあれだったら不誠実な男性だったんですか博士って。昔まあそんなにニュースになることじゃないけどニュース、うん、まあまあ若者によくあることですよ。でも若者でもそのセフレ作らない誠実な男性もいるじゃないですか。まあモテない男性とも言えますけど、モテない男性と、うん、まあ、ある程度モテていて誠実な男性は違いますからね、うん、ある程度モテていて誠実な男性は違います、うん、まずモテない男性っていうのがいます、うんうん、これはだって一人と付き合えたら嬉しい、はい、むしろ付き合えないんで、うん、で、まあ、一人と付き合える人がいて、うん、もうめちゃくちゃモテる人がいて、うんうん、でめちゃめちゃモテるけど誠実な人がいるんですよ、うんうん、そのそうかそうか、どこにどこの人を指してますかっていう。ああそうかそうか、そうだな、まあ難しいけど、そうか。でも博士もじゃあ昔はモテたい男性でありとあらゆるそのモテテクニックを学び、学びじゃない、学びじゃない、自分で見つけた、自分で見つけた、はい、そうかそうか、そうですね、ノーベル賞もろだから自分で見つけて、でじゃあいろんな女性を泣かしてきたんですかそれなりに。あのこれ子供とかピッキーとか人が見てるんで、そんなお子さんも見てるんですかこれ。子供は見てないけど子供の友達とか、あそうかそうか、そうあそう、昔なんか小6ぐらいの女の子から恋愛相談したいとか言われて断りましたから。え小 6？ うん、えお子さんの友達、お前は勉強しろっていう、勉強それはそうでしょ、確かにそうですよね、そんなこと悩んでるんじゃない、確かにそうですよ、うんうん、はい、だから、はい、そうか言えないか、はい、かかりました。じゃあ次行きますか、はい、まだありますか。ありますね、うん、ありますか、はい、私ないんですよ今日何にも、なん、うん、もっとプロトコルにもっと時間かかるかと思ったけど意外と早く終わっちゃったから、うん、はい、あどうぞどうぞ。あのウエストランド行きますか、うん、ウエストランドとか行きます。ウエストランド、うん、興味あるかな。じゃあ任せます。それウエストランドじゃ次回にしましょう。次回にしましょう。あの本当は次回多分恋愛プロトコルがずっと続きます。あずっと続くんですか、うん、じゃああと何分ぐらいあるんですか時間。まあ15分ぐらい。15分ぐらい、うん、じゃあ本当は私そのプロトコルの依頼が来る前はあのプロファイリングの第2弾博士にやってもらおうかと思ってて、で博士芸能人知らないって言うから博士が大好きなウエストランドっていうお笑いコンビの井口のプロファイリングをやってもらおうかなと思ってたんですよ、はい、でその井口がインタビューに答えてる、はい、記事も用意してたのでそれやりますよ。じゃあ興味ない方は飛ばしてください。飛ばすも何も最後だ、ね、あそうか最後だからもうないですけど、じゃあ井口のプロファイリングはどうやってやってきます。記事を読んだ方がいいですか。あそうですね、ぜひ、お任せします。進行は、はい、じゃあ井口があの去年、M1、 あ去年じゃない今年か M1 のチャンピオンになったんですけど、去年ですね、去年、あそうか去年の年末か、うん、その直前に受けた、インタビューっていうのが、あ直前なんだ。そうなんですよ、まだチャンピオンになる前のインタビューが、ごめんなさいない、あれどこ行っちゃったかな、ちょっと待ってください。じゃあ来年、あこれだこれだ、はい、ありました、まだチャンピオンになる前の、インタビューなんですけど、じゃあこれを読みながらこの言葉言ってるってことはこういうことですね、はい、ってあの突っ込んでてもらえますか。 OK、 じゃあ井口のキャラクターって皆さん分かりますかね。なんか何事にも批判的で、あの何ですかね、ちょっとひねくれたっていうか、うんうん、あのしゃに構えたっていうのとはちょっと違うけど、全てに文句を言うっていうか、あそうですそうです、不平不満の塊みたいな感じ、ひがみ妬みそねみみたいな、あそうです、ひがみ妬みそねみ、周永社オンラインですね、その通りです、はい、周永社オンラインっていうところに掲載されてる、インタビューを見ますね、はい、
でまずインタビュアーの人が、井口さんはこの1年でだいぶ仕事の状況が変わりましたよね。で井口、そうですね、上半期はだいぶ忙しくさせてもらってるっていう感じですかね。ここ数ヶ月休みの日は全然ないし、そこに M1 もあってワールドカップ関係の仕事もあるんでありがたい限りですね。この井口は高校生の時にサッカー部だったんですよね、うん、はい、でそれでサッカーに詳しいから、ちょうどこの年にワールドカップ重なってたんで、あの解説の仕事とかもあったみたいです、うん、ここまではいいですか。それ何ページですか。これは、ちょっと見てもいいですか。博士に送った3ページ、僕に送ったやつ。あ、3かな、後編ってやつ。あ、それじゃないかな。2ページ、どうしよう。じゃあその3でもいいかな。なんか後輩の悪口っていうところが一番分かりやすいかなと思うんですけど、あ、間違えた、私が読むのを間違えました、すいません、ごめんなさい。ちょっとよ、記事を変えます。あら、ちょっと待った、ごめんなさいね、ちょっとバタバタしてて、それ前編って書いてあります。うん、前編後編ってあるんですよ。どこにあります。あ、前後編の後編ってありますよね、これ、うん、あ、じゃあ後編だ。じゃ あ一緒に見せてもらってもいいですか、まあ、ちょっと見つからない、ごめんなさい。じゃあごめんなさい、さっきのは飛ばして、うん、これ上が下で下が上ですかね。下は未だに、あれ、これでいいのかな。あ、日本よりです。あ、日本動かれちゃう、ここでここで、はい、あ、こ う, そう、なるほど。でこっちの、こっちに行きたいんですけど、どうしたい、こう、ここの、こういうポイントはここにありますよ、ね、ここで。むずパソコン教室じゃないんだからお年寄りのパソコン教室、はい、すいません。ウエストランドさんのネタの傾向として、身近な生活にある愚痴から徐々に社会全体の愚痴に移り変わってきた部分があると思います。何か心境の変化などあったのでしょうか。に対して井口が、うーん、どうですかね、別に身近だからとか社会的にあれだからとかじゃなくて、単純にムカつくんですよ。別に未だに言ってますからね、劇団員がどうとか、ラジオのハガキ職人がどうとか、調子乗ってる後輩芸人の悪口とか、なんでまだ10年前と同じテンションで怒れるんだよ、もういいだろうみたいなことも言われますけど、未だにそれはそれでムカつくんで変わんないですよ。こっちの方がウケるっていう判断だけじゃないですから、ないですかね。ここまでで分かることあります、ね、博士。いや、僕ね、ウエストランドの井口は僕知りすぎちゃってるんですよ。ああ、そうか、うん、だからウエストランドって、うん、まあ、うん、岡山県の、うん、津山市っていうとこから出てきたんですよね、はい、あの東京に、うん、で最初の頃、まあ、爆笑問題の事務所に入るんですけど、うん、タイタンに、あの他の人と漫才の仕方が変わらなくて特徴が出せてないんですよ、うん、みんなと同じ漫才してたんですよ。うん、だからお笑い芸人ってみんな自分らしさを出すのが結構苦労するんですよ、うん、でそこで、もう一人の河野っていうのは全然話さなくて、河野だっけ、河本じゃなくて河本だ、うん、あ、すいません、河本でした河本が全然話さなくて、うん、あの覚えも悪いんで、うん、あの井口がすごい突っ込みまくるっていうネタを一回やったんですよ、うんうんうん、それが受けたんですよね。あ、そうだったんだ。でそっからもうなんか突っ込みまくる、うん、キャラ芸人を目指したんだと思うんですよ。ああ、そうね。じゃあこれ好きでやってるんですか。好きでっていうか狙ってやってるんですか。狙ってやってますね。そうなんだ。でだからそのすごい目ざといんですよ、この井口って、うんうん、あのあらゆるところに突っ込みどころがないかって常に探してることに特化してて、それで、すいません、あ、すいません、雨が今ちょうどなくなっちゃって、はい、はい、そうなんだ。なんで常にあのちょっと止まってもらっていいんですかみたいな、めぐんであげてるみたいな、あ、いっぱい出ちゃった、全部あげます、それ中身なくなっちゃいました。あ、こう、なんですか、この中身もうないです。中身、じゃあこれごとあげます。ああ私一つもしか食べてない、ちょっと僕も 手がついちゃったんでねはい、はい、で、いいですいいです、あ、とにかくまあ、はい、うん、そうそうで、まあ、生き残るために結構、うん、彼はストイックなんですよね。でこうやって見ていても、うん、なんであのこれはこうなんだよって突っ込むことばっかりやってるんですよ。へ、で漫才ってやっぱりね、うん、あの漫才でやった芸と、うん、実際に、ひな壇の芸が同じじゃないと生き残れないんですよ、うんうん、そうなんだ、うん、それどういうところから感じます、それ。漫才で優勝したりするじゃないですか、 M1 で優勝したりすると、うんうん、それを番組で使おうと考えてるときはこのキャラクターで来てくれると思ってるんですよ。ああ、そうかそうか、そうですね。だからコントの人ってなかなか残れないんですよ。
なるほど、うん、そうですね、コントの人ってひな壇でちょっと言いにくいですもんね。そう、あのキャラを出せないっていうか、そうですね、うん、演じてるから。で、まあ、一番使いやすいっていうこともあってこの芸をやってます、はい、なるほど。え、それってそのラジオとかで分かるんですか、喋ってる内容とか。分かります。そうなんだ。じゃあその続きいきますか。もうムカつく対象、あ、これはインタビュアーさん、もうムカつく対象も大体後輩になってきてますよね。出口、確かにそう考えたらそうっすね、ひどい話ですけどね。まあ結局ね、知り合っちゃったら大体みんないいやつなんで、知り合う前に悪口言い切らないといけないんですよ。これはこれも、うん、でも知り合っても悪口言ってます。知り合っても悪口言ってる、はい、あのモグライダーのともしげとかいう人が、はいはい、すごいボロクソ言ってます。あ、言いやすそう、ともしげ、うん、なんで、なんだろうな、やっぱずっと探してますね。自動販売機に、うん、なんである時期からあの夏になってきて、うん、あったかいがなくなると、うんうん、でもあったかいがずっといるだろうみたいなこと言ってたりとか、飲みたい時あるだろうみたいな。そうなんだ、はい、何でも突っ込んでるんだ。そうだから常に探してるんだと思うんですよ。じゃあこれ、こういうふうに言ってるのは何でなんですか。知り合う前に言い切らないとねとかって、うん、何で言ってるかね、うん、本当は知り合ってからも言ってるのに、なんで正直に言わないんだ、ね、大体後輩になってきてますよねって言ってますよね、うん、だからこれは後輩とまだ知り合ってないって意味なんでしょうね。ちゃんと知り合ってないから悪口言っちゃってるってことでしょうね。じゃあそれは後輩だからっていう、いやそれはないじゃなくて、うんうん、先輩にも悪口言ってますね、うん、あ、後輩は知り合う前に悪口を言ってるってことですか、うん、いや多分知り合っても悪口言いますね。じゃあなんで知り合う前に確かに考えたらそうですね、うん、悪口言い切らないといけないんですよって。いやこれね、ただね、知り合っちゃったら大体みんないいやつなんでっていうのも言ってます、うん、はい、で知り合った時に彼が言う悪口は、うん、知り合った中で突っ込みどころのあるところを突っ込むだけなんですよ、うんうん、例えばパーパーの、うん、パーパーって知ってますか。わかります、視聴者の方分かるから。 いや有吉の壁出てるんで。ああ、パーパーの男女 の、 あの男性の何て言うんだっけ、星野ディスコ、うん、星野ディスコは お笑い芸人だったんだけど、うん、歌を歌ったらめちゃくちゃうまかったんですよ、うんうんうん、で今歌手の方やってるんですよ。あ、歌手の方にも行ったんですね。一回 YouTube で歌ったらなんか10万再生とか、うん、何十万再生とか言ったファーストテイクかなんかですね。そうそうそう、うんうん、そしたらもう歌手の方に行っちゃって。あ、そうなんだ。もうこいつはお笑いじゃないって言ってボロクソ言ってるんですよ。へー。でもまあだから言ってるんですよ、うんうん、言ってるけど、でも確かに知り合ったら、うん、例えば、うん、ウエストランドが、うん、なんていうかな、先輩の悪口とかいっぱいいて、先輩どうせ俺のことこう思ってんじゃないかとかいろいろ言ってたけど、うん、知り合ったら全然そんなやつじゃなかったってことがあったんですよね、うん、先輩は全然悪口言ってなかったみたいな、うん、だからその最初に会う前に思いついた悪口と会った後の悪口って変わっちゃうんですよね、うん、あ、多分それを言ってるんだと思うんですよ。あ、そういうことなんだ。で、ムカつく対象も大体後輩になってきてますよねに対しての答えなんてこうなってるだけだと思いますね、うんうん、じゃあまあとりあえず何でもかんでも本当は言ってます。だからやっぱりこう知らない人が見てるのと知ってる人が見てるのと全然違いますよね。電話相談とかでも思いますよ。あ、そうかそうか、また電話相談いや全てそうですから。そうかそうか、うん、じゃあ続きいきますね、はい、でインタビュアーの人が、でもそれって普通に仲良くなった方が良くないですかって、井口は僕なんてうるさく言うんだから気をつけなきゃダメだぞっていう教えでもあります。なんでそんな井口の前で弱みを見せるんだって、後輩たちに一応伝えとかないとっていうのはあるので。何言ってるか分かんないですねこれ。いやこれだから悪口言っちゃうと仲良くなれないから、だったら普通に仲良くなった方がいいんじゃないですかって言われて、うん、でも、うん、とそんな井口前だから仲良くなって井口の前で弱み見せたら、うん、とその井口にうるさく言われるんだから気をつけなきゃダメだよっていうことなんじゃないですか。これちょっと分かんないかな、うん、あんまり意味分かんないですね、うん、次いきますか。はい、でまた井口のセリフで、この間ワールドカップをどうチェックしてるかみたいな密着取材がついてたんですけど、延々後輩の悪口しか言ってないんで、もうスタッフさんがマジで引いてましたよ。こんなの密着しても意味ねえよって。パーパーのアイナプーにも、なんで会ったこともない人の悪口をそんなに言えるんだって引かれましたし。はい、これだからやっぱ、うん、なんだろうな、まあ、ぶっちゃけやってることは、うん、この密着取材の人に対しても、うん、井口っていろいろ悪口言うなって印象はつきますよね、うん、これが仕事につながるんですよね。ああ、そういうのも見越して言ってるんですか、はい、これを。そうです。で、実際には売れた人間には全てこびてきますから。え、売れた人間には、例えば最近あのキングオブコントでサルルゴリラっていう人が優勝したんですけど、うん、昔から友達だったって言ってますからね。井口そんなに親しくないのに、はい、何それ、だからそういうキャラと違うじゃん。いやいや、それもキャラなんですよ。
そうなんだ、売れたらこびるっていう、あの手のひら返し、手のひら返ししてるでしょ、うん、みたいなやつ、あそれ俺は勝つために何でもするぞっていう、ああそんな感じする、はい、あそうなんだ、だから一貫したキャラクターを演じてるんですよ、へえ、一貫したキャラクターを演じててそれが分かりやすいとテレビで使われるんですよ、なるほど、うん、確かに確かに、そうかそうか、だからもうこれこのインタビューに答えてるのは彼の素直な話じゃなくて、あこれもあのなんていうかな、彼の印象付けっていうか、演じてるキャラクターのブランディングですよ、うん、そうですね、はい、はあそうなんだ、すごいんですよこの人、へえ、徹底してますね、うん、じゃあもう興味あるかな、視聴者の方ごめんなさいじゃあ この辺までで終わりにしますか、これは 5に行ったら終わりにしますか、あ5に行ったら、うん、インタビュアーの方、わざわざライブに来てあまり親しくもない後輩芸人の悪口を言って、あこれ分かりづらいかな、言ってで笑うんですけど、インタビュアーさんが、そしたら井口がいずれは後輩たちの時代になるわけじゃないですか、ストレッチーズとかママタルトとか、たまたま今回決勝には行けなかったけどその世代が今メインにいるわけですから、だから常に交流はしといた方が絶対いいですからね、僕の場合それが悪口を言うってやり方だっただけで、はい、だからやっぱりこのストレッチーズって知ってます、うん、名前は知ってます、この人あれですよ、うん、あの慶応大学です2人とも、あそうでしたっけ、はい、へえ、まあ、それはさておき、うん、ストレッチーズって、今回の M1 で、うん、確かなんか M1 って YouTube でもインタビュー残ってるの知ってます、うん、うんうんあります、でストレッチーズが最初に言ったことは、うん、僕たち頑張りました井口さんみたいな、あそうなんだ、ウエストランドの井口さんに対してコメントを言ってるんですよ、へってことはあのストレッチーズはウエストランドの井口さんにコメントしなきゃいけないと思ってるんですよね、うんうんうん、そしたらストレッチーズしか知らない人はウエストランドのことを知るというか、うん、なんでここにその世代から今後メインになっていくと、うん、今メインになっているわけですから、うん、だからどの世代にも媚びておけばずっと出られ続けるっていうね、へーすごい、そんな YouTube で自分の名前を出したからこう言っとかないとっていうことまで考えてる、そう出さないと怒るんですよ井口、俺の名前出せよ、それはツッコミっぽくね、うんうん、本気で怒るわけじゃなくて、うん、でまあストレッチーズもそのそういうなんていうのかな、あとイチャつきというか、うん、なんかこういう絡みっていうのが分かってるんで、うんうん、それを出してあげるっていうね、へえそうなんだ、そうなんですよ、怖そこまで計算してやってるんだ、うん、そうなんですよ、まあ、そういう感じですよね、あ、うん、そうなんだ、でもそれってその YouTube の動画見てなきゃ分かんないじゃないですか、そういうのも、はい、だから情報ってあらゆるところからこう収集しないとダメってことですよね、正確に、うん、だから本当にウエストランドの井口が、うん、なんかいろんなことで腹が立って悪口言ってるキャラだと、うん、あ言ってる人だと思ったら間違いですよね、そう、あのテレビ見てる人はそう思っちゃいますもんね、はい、そういう井口しか見てないと、だからそういうなんか電話相談っていうかでもそういう彼だと思ってたら実は違うっていうね、あそうですね、そこまで読み取らないといけないんですよね、そうですね、うん、そうなんですよね、そうなんですよ、相談を受けてて、うん、まずその相談者のその女性なんですけど、私が受けるのはその女性がどこまで正確に彼のことを捉えられてるかっていうのもちゃんと考えて、そうです、察する能力低そうだったらその教えられた情報を補正して考えなきゃいけないしっていうのもありますよね、そのまま何を根拠にそう思ってるんですかって聞きますよね、そう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 、うん、なんか最近あったのが、うん、私の彼氏は、うん、まあ、連絡が最近つかない彼氏は、うんうん、後輩からもすごく慕われてるんですよと、うんうん、会社のね、うん、なんで知ってるんですかって言ったら彼がそう言ってたって言うんですよ、ね、うんうんうん、じゃあ分かんないじゃんね、うんうん、そうなんです、ね、全部飲みにしちゃってるんですよね、そう、彼がそう言ってたっていう人はあの無料相談とか見てても多いですよね、うんうんうん、まあそんな感じですかね、うんうん、はい、じゃあ今日終わりにしますか、なるほど、はい、最後すいません興味なかった、はい、あでも井口を見る目が変わりましたね、キャラクターなんですね、こういう、 それで売れようとしてるんですね、そうです、でももう M1 のチャンピオンになったし、そんな甘くない世の中は、そうか、まだじゃ あのもっと上っていうかもう生き残りをかけ て、それは例えば夜のなんか冠番組とかね、ああそうか、冠番組を狙ってるんですかね、あの今タイタンっていうお笑い事務所は、うんうん、あの爆笑問題が引っ張ってるけど、うん、それ以外いないんですよ、ああ、うんうん、あとウエストランド欲しいですよ、そうかそうか、でもウエストランドってコウモトがなんか足引っ張ってるっていうか、そう、 あの人なんか今行き男子っぽくないですか、いやあのね、そうでもないですか、自分に自信がない人で、うん、今行きっぽく見せてますけど、うん、本当はどういう芸風が売れるか分かってない、分かってないんだ、うん、へ、何などうしたらいいか分からない、うんうん、まあ、隣に一番優秀な人がいるんで、うんうんうん、もうやめたいというか、やめたいとまで思ってるんですか、やめたいけどお金稼いでるしみたいな、
そうなんだ。あの今井口がね、知ってますか、うん、何ですか。あの井口が一人で出る番組の全ての番組で、うん、のギャラを折半にしてるんですよ、うん、え、井口が単独で稼いだお金でも、もうはい、そうなんだ。それは、うん、まあなんだろうな、ウエストランドが昔全然売ってない時に、うんうん、あのウエストランドの河本って見た目は普通っぽいじゃん、うんうんうん、だから CM に使われたんですよ一回。何の CM？ なんかの CM のなんか、まあ爆笑問題が出てて、うん、その裏にいるサラリーマンの一人みたいな。うーん、でその時に今何十万かお金入ったんですよね、うんうん、CM のギャラが、うん、その時にこれどうするって言ったら、うん、折半にしようって井口が言ったんですよね。井口が言ったんですか？ああ、どっちが言ったか忘れたけど、うんうん、折半にしたんですよ、うん、で俺たちはずっと折半にするってことになっちゃったんですよ。あらら、河本しか出てないのにね、うんうん、だから折半にしちゃったんで今はとんでもないことになった。ああ、そういうことなんだ、でもそれをちゃんと守ってるんですね。偉いですよね、うん、へえ、そうなんだ。なんか河本って井口が結婚した時が一番やばいですね、うん、なんでですか？あの折半じゃなくなるかもね。あ、結婚したらもう生活がかかってるから、さすがに自分のお金が4分の1とかになったら悲しいですよね。ああ、そうですね。奥さんも いろいろ言ってくるだろうし。ああ、うん、そうですね。井口どうなんだろう、結婚できんのかな。まあできますよね、しようと思えば。そうか、まあまあモテますよね、お金も持ってるし、うん、今。そうそうそう、うん、じゃあ終わりにしますか。はいはい、じゃあありがとうございました。はい、さようなら。また再来週、はい、いつか、はい、再来週あの何ですか。いや、ゆるふわな番組は多分、あ、はい、配信されるのは多分2週間後ぐらいだと思います。さようなら。